はい、どうも皆さん、こんにちは。これから不動産鑑定士試験2019年合格基礎講座会計学の第1回目講義を行っていきたいと思います。担当はレックス認講師の高坂です。はい、ではですね、今日から2019年ですね、合格基礎講座ですね。いわゆるこれがメインになる講座になりますんでね、ちょっと長いお付き合いになりますけどもね、最後までついてきていただきたいんですが、今日1回目ということになりますので、まず最初に、配布物、教科書ですね。で、教科書なんですが、配布物に関しては2冊、お手元にあるかと思います。で、1つが、2019年版のですね、合格基礎テキストというものですね。これが一つです。合格基礎テキストですね。表紙にそういった表紙がそうなっているかと思います。合格基礎テキストの、会計学ですね。で、この合格基礎テキスト、表紙ですね、表紙のところに、書いてあるかと思うんですが、その2019年版の合格基礎テキストが、いわゆる通常講義の方で使う、テキストになります。ですから、この講座の目標としては、この合格基礎テキストですね。で、これを使いながら、一通り会計学について学んでいくという形になります。で、これとは別に、別冊になりますけれどもね、高架化会計学というのがもう一冊、別冊で、ご用意されているかと思います。で、その高架化会計学という、もう一冊ですね、別冊で、あるかと思うんですが、そちらの高架化会計学に関しては、いわゆる問題集のような感じになります。ですから、で、問題ごとに、番号1、問題1番、問題2番と、番号ごとにですね、重要度が付けられております。重要度が、A ランクですね。ダブル A とかって A が2つ並んでたりするんですが、そのダブル A ですね。それが一番重要なんですが、で、A ランクと、ダブル A とか A ランクとか B ランクとかって、ランク付けがされております。で、基本的に、ダブル A あるいは A ランク、この辺がやっぱり重要度が比較的高いところになりますんでね、その辺のところを中心に、復習していただければと思います。で、ちょっともう一回確認しますけども、一応配布物、2点、あります。で、1つが合格基礎テキスト、合格基礎テキスト、会計学。で、これを使ってきます、講義の中で。で、もう一つ、別冊で、高架化会計学があります。で、これは問題集のような感じなんですが、これは、どちらかというと、復習用教材だというふうに位置づけておいてください。ですから、この講義の中では特に、触れる機会がほとんどないかと思いますんでね。ですから、この授業を受け終わった後、復習ですね。復習用の教材として、高架化会計学の方を使っていただきたい。で、その際に、一つの基準として、その重要度が高いところ、例えばダブル A だとか A ランクとかっていうようなところ、比較的重要度が高いところですね。その辺を中心に勉強していただければと思います。ただ、この合格基礎テキストと、それから高架化会計学、2つあるわけですね。で、この2つに関して言うと、ちょっと皆さん結構分厚いんで、大変だなと思っちゃうかもしれませんが、表現自体は大体同じような表現、全く同じということでもないんですけど、大体同じような表現使ってますので、ですから、一見こう2冊ですね、2冊あって、それぞれ結構ページが多くて、先生ちょっと大変ですよという声が聞こえてきそうなんですけれども、ただ、中身の表現についてはこの2つ、この2つのテキスト、問題集に関しては大体同じ内容の表現使いますんでね、そこまで負担にはならないかなとは思います。で、あとは、全部丸々覚えるということではなくて、これから講義の方を進めていきますが、ここがポイントですよというところがあります。それのところを中心に覚えていただければ、これから勉強する合格基礎テキストですね、これを使って、講義の方を進めていくんですが、これ全部覚えないと受からないというわけではありません。ですから、一応一通り網羅する形でこのテキストが編成されてますよね、編集されてますので、ですから、結構分厚くなっているんですが、講義の中で扱う部分については、いくつかの部分はここはもうカットしていただいて構いませんというようなところもありますので、ですから、これ全部覚える必要はないと、いうことなんですね。いくつかちょっと、カットしていいところもありますんでね。
ただ、まあ、カットしていたことはあるんですが、ただ、まあ、基本的には一通り、まあ、一応大体前半はカバーしていくという形になりますね。はい、であともうちょっとお話をすると会計学、まあ、これから勉強するんですけどね、この合格基礎テキストを使ってこれから勉強するんですが、よく受験生から質問があるのが、簿記ですね、日商簿記検定、簿記って先生やった方がいいんですかとかっていうことを、まあ、質問を受けるケースがあるんですけれどもね、もちろんですね、簿記を知ってるに越したことはないです。知ってて損になる知識ってほとんどないですから、それはもちろん簿記の勉強は例えば大学時代、あるいはもうひょっとしたら皆さん日商簿記検定なんかを受けられている方いらっしゃるのかもしれませんが、まあ、簿記を取っていれば日商簿記検定、例えば2級とか3級ですね、まあ、それはかなり何て言うんでしょうね、理解が深まることはもう間違いない。だから時間がある受験生、まあ、大体そういうことを言うと、いや先生俺時間ないよと言われちゃうんですけども、まあ、時間がある受験生は、もちろん簿記をやっておいていただいていいかなと思います。まあ、むしろそれはまあプラスになるだろうと思いますね。ただマストではありません。いわゆる絶対やらなきゃいけないというわけではありません。これは皆さんが受ける会計学って別に簿記の試験やるわけではないので、簿記と会計学って、まあ、もちろん重なってる部分もあるんですけれども、まあ、中身は別にちょっと違いますんでね。ですから日商簿記検定に関して言うと、今までともう受験経験があるという方はもちろんそれはそれでかなりプラスになることは、あるだろうと思うんですが、これから先皆さんが、この会計学を勉強するにあたって同時並行で例えばその日商簿記検定を受験しなきゃいけないんですかって言われたら、その必然性はないです。もちろん時間あれば受けてもらっても構わないんですけどね、受けなきゃいけないっていう試験ではありませんので、まあ別に簿記の知識がなくても大丈夫です。であともう一つ、お話をしておきたいのは、この会計学という科目なんですけどね、もちろんこれは論文式で実施されるわけなんですけれどもね、まあ、いわゆる教養3科目なんて言われてるんじゃないのかなと思います。鑑定士の試験の受験生の中では経済学と民法と会計学、この3つが、まあ、いわゆる教養の3科目なんていう位置づけなんだろうと思うんですが、この経済学と民法と会計学、皆さんが論文式で勉強するこの3科目ですね、この3科目はの中でこれから私が説明するこの会計学という科目に関して言うと、いわゆる鑑定評価理論と同じような特徴を持つだろうと思います。一番鑑定評価理論、まあ、鑑定理論ですけどね、鑑定評価理論に一番多分近い科目になるんですよ。どういうことかというと、まあ私ちょっと専門家ではないんですが、鑑定評価理論、皆さん普段勉強する時間が多分一番多いと思うんですが、鑑定評価理論というとその評価基準というものがあって、それをとにかくしっかり覚えなきゃダメですよなんて普段先生から言われてるんじゃないのかなと思うんですが、基本的には同じような勉強です。会計学も会計基準ってあるんですよ。で会計基準があるんで、その会計基準を本当は覚えてほしいんですね。で最近の鑑定士試験における会計学の傾向を見ると、昔と結構変わってきてるんですが、学説対立みたいなものはかなり重要度が下がってきて、重要度というか、まあ、試験としての重要度が下がってきて、単純に精度を皆さんに受験生に問う、例えばこういう時はどうやって会計処理するんですか、あるいはまた別のこういう時はどうやって会計処理をするんですか、単純にそればっかりが問題として問われるようなことが多いです。昔はですね、なんとか説となんとか説の、まあ、対立とかですね、それちょっとこう深掘りするような、ちょっとこう難しいな、大学の教授、例えばこっちの大学の教授はこう言ってるんだけど、でもこっちの大学の教授はまたこう言ってるみたいな、昔の鑑定士の試験でそういうような問題も、そのいわゆる学説対立というか、そういうものもあったんですけどね、最近の試験見ると、まあ、もちろん全く出ないと言い切ることもできないんですが、基本的には学説対立とかっていうことではなくて、単純にこういった時はこういう取引ですね、こういう取引をした時はどうやって会計処理をしたらいいんですかっていうような、いわゆる制度規定ですね、でその根拠って何ですかみたいな内容です。でそれっていわゆる会計基準に大体書いてあるんですよ。だから会計基準を皆さんは覚えるという作業が中心になります。ただそういうと
いや先生、また覚えるんですかと、また覚えるんですけど、先生、だって俺、鑑定評価理論でも覚えることもいっぱいで、もう先生、頭に入んないよと言われちゃうかもしれませんが、鑑定評価理論、まあ、これもちろん一番大事な科目だと思います。で、覚える量もたくさんあると思うんですが、やっぱり会計学ですね。会計学という科目においても、やっぱり覚える量は、まあまあ結構あります。で、なるべく会計基準通りに覚えていただきたいというところがあるんですよね。で、特に皆さんに強調しておきたいのは、定義があるんですよ、会計学って。まあ、他の科目もあるかと思うんですが、会計学の場合には、大体、特に最近の傾向を見ると、最初の問題、小問形式に分かれるんですが、小問形式の一番最初っていうのは、大体こう定義が問われるんですよ。例えば、減価償却とは、減価償却の定義なんですけどね、減価償却の定義について答えなさい。まあ、そんな感じ。こんな感じで、最初の小問は、大体結構定義が問われて、そこの定義でしくじると、かなり印象悪いんですよ。要するに、定義を覚えてないっていうのは、それはやっぱ受験生としては、その受験勉強に向かう姿勢がやっぱり問われてる。やっぱりそれは問題だと言われても仕方がない。要するに定義って言葉の説明ですから、そこが曖昧になってしまうと、議論そのものも曖昧になっちゃうんですよ。ですから、本来は専門科目っていうのは、やっぱり言葉の意味というか、まあ定義ですけどね。定義っていうものがちゃんと正確に頭に入ってないとまずいわけです。で、しかもその定義っていうのは、大体過去の鑑定知識見ると、定義を述べなさいっていうのは、小問の一番最初の方に設定されちゃうんですね。で、ここがうまく表現できないと、そっから下はもうものすごく印象悪いと思います。だから、まず受験生としては、まあ、全部っていうわけにはなかなかいかないかと思うんですが、重要な言葉、用語、重要な用語の定義ですね。まあ、そこは正確に覚えてほしい。ね、で、特に鑑定士の受験生、まあ、私実は他にもいろんな試験、まあ、担当してるんですが、鑑定士の受験生の場合、特に多いんですけど、自己流表現使っちゃう人がいるんですよ。特にどうしても社会人になっちゃうと、やっぱりもう人生経験長いですけどね。人生経験長いと、自分の言葉でお茶を濁すというか、そういう受験生結構多いです。で、それってやっぱ逃げなんですよ。専門家から見ちゃうと。で、皆さん将来鑑定士になったことを想像してみてください。皆さんが鑑定士で、私素人です。で、まあ、なかなか同じ土俵には乗っからないと思うんですが、私は素人で、皆さんが不動産鑑定士の試験受かって先生と呼ばれる立場にいるわけですね。そうすると、私が例えば2人でこう居酒屋でお酒を飲んでる時に、不動産の銀座の土地ってこんなふうに評価するんだよね、なんて言ったら、多分皆さん専門家の立場で言うと、多分それは嫌がると思うんですね。それなぜかというと、どうしても素人が語っちゃうと不正確な部分で出てきてるんですよ。逆に言うと、プロが考えるとそうじゃないよって言いたいわけですね。でもそれが素人の人たちがいかにも分かったようなコメントを残したりすると、多分専門家って嫌がっちゃうんですよ。だから皆さん将来不動産の評価のまさにプロ中のプロ、一番最高峰の資格になりますよね。不動産鑑定士という立派な資格を取って、専門家としてプロフェッショナルとしてお仕事をするときに、素人の人がなんか分かったような顔して、不動産ってさ、こんな風に評価するんだよね、なんて言ったら、多分皆さんは絶対嫌がる。それと同じことをやっちゃってるんですよね。要するに、こっちは会計学のプロですから、もう会計学で飯を食ってるような教授がさ、普段大学の先生ですね、が採点しますよね。大学の先生が採点するということは、まさに、まあ、もう会計学で飯を食ってるような専門家ですけどね。その人たちが読む、皆さんのとは読むわけですから、なんかいかにも自己流表現で分かったようなコメントを残されると、ものすごく多分評価下がっちゃいます。で、それって分かります、すぐ。専門家の人たちは、会計、まあ、会計は会計の基準があるんですが、会計基準とかなりかけ離れた表現使ってしまうと、それはもう専門家の人たちが読んだらすぐ分かっちゃいますんで、これはあなた自己流表現使ってますねっていうふうにすぐ見抜かれちゃいます。で、見抜かれたらかなり評価は下がります。全くダメとは言いませんけれども、やっぱりなるべくオフィシャルに公的に認められた表現使うのが絶対評価高いです。ですから、
これから、覚える量がどうしてもやっぱりたくさんですかね、結構あるんですけれども、定義だけは最低きちんと覚えてください。正確に覚えてください。で、定義以外の部分、ここは多少ちょっと曖昧になっても仕方ないかなって感じですね。ですから、ちょっと皆さんがこれから勉強、会計学という科目を勉強するにあたっては、色を分けておいていただきたいですね。定義の部分、定義の部分とそれ以外の部分でちょっとこう分けておいていただきたいんですが、ちょっとしつこいと言われちゃうかもしれませんが、定義は正確に覚えてください。定義は正確に覚えてくださいね。特に出だしの部分で間違えたりするともう完全にアウトです。出だしの表現で間違えちゃったりすると、もう多分先生怒って読んでくれませんからね。もうそれぐらいの気持ちで臨んでいただきたいんですが、で、定義は正確に覚えて、それ以外の部分については、多少自己流表現、それは、多少入っても含まれても、それは構わないですけど、そこをしっかりと分けておいていただきたいですね。定義の部分で自己流表現は絶対ダメです。すぐ分かります。読んでる、我々会計、ずっともう会計ばっかりやってる人たちは、定義は当然頭の中に入ってますんで、そうすると、あれって、どうしてこういう表現使うんだろうなと、もうその時点で先生はもちろん人間ですから、人間が評価をするわけですからね。やっぱり印象点というか、なんていうか、そうですね、皆さんのとは読んだ時の印象が非常にこう悪くなっちゃいますんで、ね、定義は正確に覚えておいてください。で、実はさっきの話ともちょっと重なってくる部分があるんですが、皆さんの中で簿記を勉強してる人がいるんじゃないのかなと思うんですね。で、簿記を勉強してる人は、なんて言うんでしょうね、正確に覚えようとしてくれないんですよ。正確に覚えなくて、感覚で説明しようとしちゃうんで、読んでる方すぐ分かっちゃいます。この人多分正確に覚えてないですねと。要するに簿記とかをやっちゃってるんで、ある程度今まで自分がその簿記の勉強をやってきたんで、その知識でこれ書こうとしてますねっていうのは、それはもう読んでる人たちすぐ分かっちゃうんで、そういう姿勢で臨まれちゃうと、多分採点者嫌がりますんでね。何にしてもなるべく会計学に関して言うと、このテキストですね、合格基礎テキストがありますが、なるべくこの表現に近い表現使った方が絶対評価は上がります。このテキストに書かれている表現から離れれば離れるほど評価は下がると思っておいていただきたい。特に定義はもう絶対正確に覚えておいてくださいね。全部ではないんですが、特に重要な言葉の定義ですね、そこはしっかりと覚えておいていただきたい。ですから別冊で効果研会計学という別冊のテキスト、問題集ですけどね、別冊であるかと思うんですが、そちらでも定義がありますんでね、基本的に同じような表現使ってるはずですから、そちらで覚えていただいても構わないんですが、定義の部分についてはしっかりと覚えておいていただきたいということですね。一応そういうふうなスタンスで勉強の方を進めていくということになるかと思います。とにかく定義を正確に覚える。で、それ以外のところは、多少自己流表現でも構わないということですね。で、あとは皆さんに普段説明するときは、なるべくですね、会計に触れる機会あまりないかと思いますんでね、多少こう身近に感じ取っていただければということで、少し具体例というか、そういうものを使いながらなるべく説明していきたいと思ってるんですね。ただ、答案には基本的には書かないですよ。もちろん指示があればもちろん別なんですけども、答案に具体例って書かないですから。答案っていうのは一般的な内容を書かないとダメです。具体例っていうのはあくまでもその人が考えた一つの具体例、サンプルになっちゃうんで、もちろん書いちゃいけないというわけじゃないんですが、別に書いたところであまり評価されませんので、ですから具体例ではなくて一般的な内容で説明しないといけない、皆さんはですね。ただ、私が皆さんにこれから会計学の内容を伝えるときには、やっぱり具体例を使った方が分かりやすいというケースが当然あるかと思いますよね。ですから、皆さんに説明する際は具体例を使いながら説明していきますけどもね。ただ、皆さんが答案に書くときは具体例というのは普通書かないです。その辺もちょっと注意をしておいていただきたい。で、この合格基礎講座ですね、合格基礎テキストを使って勉強していくんですが、で、これが終わった後ですね、で、終わった後は今度は必修論点総ざらい講座、通常全3回で、終わりになります。で、それもおそらく皆さん受講されることになるのではないかなと思います。ですから、この合格基礎講座ですね、合格基礎講座でちょっと
扱うことができなかったというようなテーマ、でもやっぱり皆さんには勉強していただきたいというようなテーマについては、この後皆さんが勉強することになるだろうと思いますけれども、その必修論点総ざらい講座、それからこれとは別に答案練習の機会がありますので、ね、いわゆる論文論文の実践答練だとか、いわゆる、的中答練ですね、あるいは公開模擬テスト、公開模試ですね、まあ、そういったいわゆるアウトプット、まあ、答練なんですが、答練のトレーニングする、答練に、答練でこうトレーニングをする機会もあるかと思いますのでね。で、そこでもまた多少こう肉付けというか、そういったものをやっていきますんでね。ですから、この合格基礎講座、まあ、回数としてはまあ比較的、まあ、結構、まあ、多い回数なんですけどね。あくまでもここで扱う範囲というのは合格のための基礎として必要な内容だというふうに認識していただきたい。で、多少肉付けというかですね、もうちょっとこう膨らましたいところは、必修論点総ざらい講座がありますし、あるいは、答案練習ですね、論文実践答練だとか的中答練だとか公開模擬テスト、公開模試ですね、そういったところで、多少肉付けをしてこう少し、深掘りをするというかですね、範囲を広げていきたいと。で、一通り授業を受けて講座の方を受けていただければ、8月になるかと思います。まあ、例年8月の頭がだいたい鑑定士の試験になるんですが、8月の頭の鑑定士の試験にはしっかりと間に合うと、まあ、いう形にしていきたいと思いますんでね。まあ、これをこの動画ですね、まあ、皆さんがいつの時期にご覧になってるかちょっとわからないんですが、まあ、しっかりと勉強していただいて、でこの後答案練習ですね、答案練習も受けていただいて、で最終的には8月の試験ね、8月の試験にしっかりと合格をしていただくということが目標になりますんでね、まあ、頑張っていただきたいと思います。ただちょっと最後に言ってんだけど、最後と言ってあれなんですが、でここまでやってちょっと一旦区切りますが、実はこの今授業ですね、まあ、カメラで撮ってるわけなんですが、この授業を今、動画で撮っているわけなんですけど、この授業を撮っている時期というのは、実はまだ皆さんが受験予定の2019年度の試験員が、実は今現在は発表されておりません。ただ、この講座、合格基礎講座、今日まあ1回目ですけどね、で皆さんこの後何回もこう受けることに、2回目、3回目、4回目と、続けて、受けることになるかと思うんですが、で途中の回のところでは例年通りであれば試験が発表されるはずなので、ですからちょっと今日はですね、皆さんにお伝えすることはできないんですが、途中の回、ちょっと何回目かになるかはちょっとわからないんですが、途中の回のところでおそらく皆さんが受験予定の2019年度の試験員は、誰々さんと誰々さんお二人ですよということを発表できるかと思います。でちなみに、皆さんが受験予定の2019年度の、本試験なんですが、本試験に関して言うと、試験員が交代する予定になりますんでね、2017年度の試験とはちょっと交代する予定になりますんでね、ですから新しい試験員がまあ発表されることになるんですが、まあ、その試験の内容については、ちょっと途中の回になってしまいますが、何回目かになるか分かりませんけどね、まあ、一応簡単な横顔プロフィールですねはご紹介できるかなと思いますね。というのはこれ会計学だけではないんですが、他の科目経済学も、民法もそうなんだろうとは思うんですけどもね、やっぱり大学の先生が問題作るんですよ。で大学の先生が問題作りますんで、やっぱ結構癖を持ってるんですよね。私は結構野球が好きなんでピッチャーという言い方をしてるんですが、要するに試験員ですね、大学の先生が試験員なんですが、その試験員、まあ、つまりピッチャーだと思っていただきたいんですが、ピッチャーが今わからないんですよ。だから誰がピッチャーかわからないので、あまりその具体的な対策って、例えば打ち方をどうやって、インコースはどう、インコースだとか、フォークボールはどうやって打てばいいのかとか、そういう具体的な話ができないんですよね。やっぱり相手のピッチャーが分かってから具体的な打ち方というものは指導することができるんですが、まだいかんせん2019年度の試験が発表されてないもんですからね、まだもうちょっと待っていただきたいですね。途中の回になっちゃうと思うんですね。まあ、ちょっとそこまで、試験員についてはお待ちいただきたい。ですから現状は試験員がまだ分かりませんのでね、
試験が分かりませんので、まあ、とりあえず一般的に会計学の世界で重要だと言われている部分を中心にお話をしていきたいと思いますのでね。ですから、あまり年度に左右されずに、あるいは試験にあまり左右されずに、一般的に会計学ではここが大事ですよっていうところを中心に説明していきますんでね。で、途中の回で試験が発表されますんでね。で、2019年度、おそらく、実は2018年度の試験もまだやってないんですよ。今この状態で、今この動画を撮影している状況だと、2018年度の試験をまだやっていないもんで、で、2018年度の試験が、まあ、その後発表されることになるんですが、その試験員と2019年度は同じ試験員になるはずですからね。ですから、実はまだ2018年度の試験をやっていないんで、で、試験員も発表されてないんで、まだ全然わからないんですが、その2018年度の試験員と2019年度の試験員っておそらく同じ先生ですからね。ですから、まあ、そのうち近いうちに発表されるはずですから、2018年度の試験が発表されるはずなんで、で、その先生は2019年度もそのまま引き続いて担当するはずですから、自動的に2019年度の試験も、分かるという形になりますんでね。また試験が分かったら、ちょっとどこかのタイミングでこの講座、合格基礎講座の中で、皆さんに試験の横顔というかですね、お話をできればなと思っていますので、はい、とりあえず現状では試験が分かりませんのでね、とりあえず会計学、一般的に会計学の世界でここは大事ですよって言われている部分を中心に皆さんに講義の方を行っていきたいと思いますのでね。で、あとは、この後テキストを使って講義の方を進めていきますが、まあ、基本的には一応マーカーだとかペンだとか赤ペンなんかも、まあ、ちょっと いろんなものを用意しておいた方がいいだろうと思います。そんなたくさん色を使う予定はないんですけどね、まあ、一応ということで、定規とか、色がついたペンとかですね、まあ、そんなものをちょっとお手元に用意しておいた方がいいかなと思いますけどね、はい。まあ、一応そんなことで、ちょっとまだ早いんですがユニット1終了ということでここで一旦止めておきますんでね。で、この講座に関して言うと1回あたりが一応2時間半なんですが、間に10分休憩が入りますんでね、まあ、ちょっと、その分だけちょっと10分間分だけ時間は短くなるんですが、で、2時間半の講義です。1回で間が10分休憩取るんですけれどもね。で、前半と後半に分けてそれぞれをさらにまた2つに分けます。で、一つ一つをユニットという言い方をしていきますので、ですから今こうやってお話をしているこれが最初のユニット、第一ユニットという形になります。で、まあ、大体なんですが30分ちょっとぐらいですかね、30分35分ぐらいですかね、これで大体1ユニットになります。で、これが終わったら今度ちょっと一旦ブレイクタイムを挟みながら今度次のユニットの方に移っていくというようなその授業の流れスタイルになりますんでね。ですから1回あたり2時間半ただ間が10分休憩が入るということですね。で、前半と後半に分けるという形になりますので、ね、まあ、一応そんな形で授業の方を進めていきたいと思いますのでね、これから皆さん会計学ということで、普段あまり馴染みがない、特に大学なんかで受けてこなかった人たちは、ま、全くの初めて、学ぶ科目になるかと思います。まあ、いろいろ不安もあるかとは思うんですが、先生会計学どうしようかなとか、ただまだ多分授業を受けた経験あまりない方が多いかと思いますね。受ける前からあまり不安になってても仕方がないですけどね。まあ、どちらにしてももう皆さんですね、将来鑑定士として活躍する上でやっぱりまず当然試験に受からないといけないので、そのためには会計学という科目も当然勉強しなければいけない科目の一つですけどね、まあ、しっかりと、勉強していただきたいと思います。はい、ではですね、ちょっと最初のまあ30分ということで、会計学についてまあこれから学んでいく上でということで少しお話をさせていただきました。で、ちょっと一旦ここでユニットの1は終了ということでブレイクタイムを取って、今度は内容の方に、テキストを使って内容の方にですね、移っていきたいと思います。これは今度次のユニットからということですね。はい、ではちょっと一旦ここで、ブレイクタイムを取って第1ユニットは終了ということにしておきたいと思います。ではちょっと一旦ここで、ブレイクタイムを取りたいと思います。はい、では引き続いて
ユニット2、ユニットの2番目ですね、ユニット2に移ります。で、ここからはテキストを使って内容の方に移っていきますが、合格基礎テキストですね、会計学で、まあ、箸書き、まあ、目次等があります。で、まあ、その辺のところはちょっと飛ばしていただいて結構です。もう内容の方ですね、ページが書いてあるかと思うんですが、まず一番最初ちょっと一回移しますが、はい、プレゼンターの機材ですね。で、ちょっとプレゼンター使って移していきますが、会計学の総論ということで、こちらですね。で、ちょっと下がっていただいて、まあ、この辺はいいです。さらっと、この辺は別に試験に直結するという内容ではありませんね。で、まあ、会計ということで、まあ、会計の意義って書いてあります。で、まあ、会計の意義ということなんですけどね、まあ、別にこの辺は覚える必要ありません。ね、特定の組織の経済活動をと貨幣学で記録計算し、その結果を利害関係者に報告するシステム。ただ全然覚えることはない、覚える必要はないんですが、会計っていうのは最終的には報告で終わるということですね。ですからちょっとモニター切り替えちゃいますが、報告をしないと意味がないんですよ。会計って、会計は最終的にはまあ利害関係者っていうんですけどね、外部の人たちに報告をするというのが会計なんですね。まあ、一応そこだけで、もう一回ちょっと切り替えちゃいますが、でここに会計とはって書いてます。で、このとはっていうのが定義なんですね。何々とはっていうのは定義なんです。ただ私さっきのユニットで、定義は正確に覚えてくださいねって言ったんですけどね、さすがにこの定義は聞かれないと思います。会計の定義について答えなさい、そんな問題はさすがにないと思いますんでね。ですからここはノーマークで構わないと思いますよね。はい、ではちょっと次のページ移っていただいて、2ページ目ですかね。はい、でこの辺もあまり無理して覚えるような内容ではありません。会計の種類ということですね。でちょっと先にずっと下がっていただいて、枠組みをご覧になっていただきたいんですが、で、会計ですね。会計ということで、まあ、財務会計が中心になります。で、ごめんなさい、ちょっとあちこちで悪いんですが、実はですね、これから皆さんが勉強する会計はいわゆる企業がやってる会計なんですね。いわゆる営利主体である、まあ、企業なんですね。企業がやってる会計です。でちょっとモニター切り替えちゃいますが、例えば企業以外でも学校法人だとか宗教法人、あるいは自治体、例えば何とか市役所とか、まあ、都庁ですね、都庁なんか、あるいは何とか県庁とかで、そういったところも、まあ、会計はあるにはあるんですよ。でも例えば県庁ですね、例えば神奈川県庁とか東京都庁とかですね、あるいは宗教法人だとか、あれは別にお金を儲けようと思ってるわけじゃないんですよね。でそういったところも会計やってるんですが、通常はこれから我々が勉強する会計、要するに将来鑑定士を目指す受験生が学ばなければいけないその会計というのは、そういう例えば宗教法人だとか学校法人だとか自治体ですね、自治体なんかがやってる会計、いわゆる営利主体ではない、そういう会計は除きます。そうではなくて普通の会社です。一般的に、まあお金儲けですよね、まあ、なんかまあ変な言い方になっちゃいますが、お金儲けを目的にしている会社、そこがやってる会計のこと、まあ、いわゆる企業会計というんですが、企業会計を皆さんが勉強することになります。ですから宗教法人、学校法人だとか、そういったところのいわゆる営利を目的としないような、そういったところの会計は皆さんは勉強する必要はないはずなんですね。でちょっともう一回プレゼンターの方に戻っていただいて、ですからここを勉強すればいい、会社ですね、企業がやってる会計ですね、これを勉強すればいいです。でこの企業がやってる会計は財務会計と管理会計に分かれます。でこれはまた別のところでもう少し詳しく説明するんですが、これ財務会計と管理会計って何で分けるかというと、さっきちょっと言ったんですが、会計っていうのは報告をするんですよ。で誰に報告するかで財務会計と管理会計に分かれちゃうんです。で財務会計というのは外部の人に報告するんですが、管理会計というのは内部の人に報告をするみたいな感じなんですね。ですから報告対象が外部にいる、まあ、利害関係者で、この人たちだったら財務会計、
で、内部の利害関係者って書いてあるんですが、まあ、いわゆる上司ですね。例えば会社に、同じ会社にいる上司、この人たちに報告するんだったら管理会計なんて言われてます。ただ、皆さんが勉強するのはほぼこっちだけです。財務会計、実は管理会計も出たことはあるんですが、これも完全なアクシデントだと思っておいた方がいいと思います。管理会計というのは普通皆さん勉強しません。ですから管理会計じゃなくて財務会計、皆さんは勉強します。で、鑑定士の試験ですね。鑑定士の試験も基本的には財務会計からしか出題がされませんので、管理会計はほとんど出ませんので、まあ、本当にイレギュラーとして、まあ、出たことはまあ過去にはまあ、あるにはあるんですけども、それは本当のイレギュラーになっちゃいますので、財務会計だけを勉強すればいいと。で、財務会計というのは先ほど言ったように外部の人に報告をする、外部の利害関係者に報告するんですね。だからやっぱりルールって必要なんですよ。社会的な規制を受けちゃいます。例えばちょっとモニター切り替えちゃいますが、財務会計っていうのは外部の人に報告をする、そういう会計なんですね。だから外部に報告をするんで、勝手な自主ルールってダメなんですよ。だって、うちの会社はこうやってますよ、うちの会社はこういうふうに会計やってますよ、いや先生、うちの会社はこうやってますよ、もちろんある程度幅手は、まあ、幅は認めてるんですけども、何の規制もないわけないですから、何の規制もなく、うちはこうやりますよ、いやー、バカ言っちゃ困るよ、うちはこうやりますよ、いやー、うちはこうやりますよ、何の規制もなくそんなものが認められるわけがないので、外部に報告をするということは何らかの規制って絶対受けるんですよ。社会的なルール、社会的な規制絶対必要です。ですから、もう一回モニターに戻っていただいて、財務会計は外部に報告をするんで、社会的な規制を受けるんです。ただ受けるんですが、制度会計、これが規制があるんですね。で、実は非常にイレギュラーなんですが、ないものもあるんです。社会的な規制を受けないもの。ただこれは非制度会計ということで、皆さんは一応ここに書いてあるんですが、勉強しません。これは勉強、受験の内容としては対象外だと考えていただきたいですね。で、ほとんど皆さん制度会計だけ勉強すればいいです。で、一般的に言うと財務会計と制度会計はほぼほぼ同じ内容だと捉えていただいて問題ありません。ですから財務会計は外部に報告をする会計であり、それは社会的な規制を受けることになるので、いわゆる制度会計とも呼ばれるで、大体間違いじゃないです。ただ本当にごくイレギュラーで、社会的な規制を受けないものもまああるにはあるんですけどね、まあ、外部に報告するものであるにはあるんですが、まあ、基本的にはもうほぼみんな制度会計になります。で、社会的な規制って言ったんですが、具体的には法律なんですよ。で、皆さんこれもちょっと覚えておいていただきたいのは、会計というものに関連する法律って3つあるんです。1つが金融商品取引法、1つが会社法、1つは税法です。この3つです。で、この3つの法律が会計に絡んだ法律です。法律としてまあ存在するんですが、ただ皆さんが勉強するのはほとんどこれだけです。金融商品取引法という法律ですね。この法律に基づく会計、いわゆる金融、まあ、そのままなんですが、金融商品取引法会計ですね。ほとんど皆さんが勉強するのはこれだけです。たまにちょっと比較の意味で、ごめんなさい、ちょっとこれ線が長すぎますね。ちょっとこれ線切っておきますね。たまに比較する意味で、会社法はこういう会計をやってますよということで、まあ、ちょっと出てきちゃう、顔を出す時もあるんですけどね。で、税法はほぼないです。ほぼほぼ税法は、まあ、ゼロとは言いませんけれども、税法が皆さんの勉強の中で顔を出してくることはほとんどないです。ですから、まあ、ほとんどこれだけです。金融商品取引法に基づいた会計、ほとんど皆さんが勉強するのはこれだけです。で、会社法はほとんど、まあ、たまにかなっていう感じでね、たまにちょっと、会社法の会計ではこんなになってますよ。税法はほぼないです。これはないですね。で、こんなものがいわゆる制度、社会的な規制として存在すると、法律ですね。
法律として存在します。でちなみにこちら皆さん勉強する必要ないんですが、非制度会計ということで外部に報告する、財務会計ということなんで外部に報告するんだけれども、あの社会的な規制を受けないもので、最近結構流行ってると思うんですが、いわゆる IR っていうことでインベスターリレーションズと言われてるんですね。でインベスターというのは投資家で、リレーションというのはリレーションズということで関係なんですね。でインベスター投資家です。投資家とのリレーションズ、まあ、関係ですね、関係を、まあ、良好に保つみたいなことで、ちょっとまあ、左のコメントのところちょっとつけておいたんですが、インベスターリレーションよくあの IR っていう言葉だとで出てくるかと思うんですが、企業がこれ書かなくていいですよ、自主的にということです。強制されてないんです。自主的に行う投資者向け、これがインベスターなんですね。投資家って投資者、これインベスター向けの広報活動、例えばどっかのメーカーですね、どっかのメーカーが自分の会社のホームページ上に、来年からうちの会社はこんな製品作る、世に出しますよみたいなものを、公開したりします。新製品ですね、新製品に関わる情報、例えばこれをホームページ上に載せるということですね。でこれがもしヒットすればですね、ヒットすればその会社の株が上がって、株価ですね、株価が上がっていって、投資家たちはお金を結構儲けることができたりするんで、こう投資家との関係が良好に保たれるわけなんですよね。でそんなものがインベスタリレーションズという形になります。ですから、まあ、ちょっとモニター切り替えちゃいますが、例えばどっかの、まあ、どこでもいいです、あの今この辺はちょっと、まあ、適当に喋っているんですが、例えば任天堂という会社があります。任天堂が来年から新しい製品ですね、新しい製品を世の中に発表す出すと、でこれをホームページに、もう IR というところでこうクリックする、例えば任天堂ですね、任天堂という会社のホームページで、例えば右下あたりに IR なんて書いてあってですね、こうポチッとクリックすると、任天堂は来年からこんな製品を発表し、あの出しますよ、あこれすごいねということで、そうなると、その任天堂という会社の株が上がったりしますんで、投資家たちはお金を儲けることができるんですね。ですから任天堂という会社と、投資家ですね、投資家との関係、まあ、リレーションズということで、そのお互いの関係がすごく良くなるわけですね。まあ、そんな形で IR 活動と言ったりすることもあるんですが、 IR ということでインベスターリレーションズということなんですが、投資家との関係を良好に保つ、そういう意味。ただ先ほどちょっと触れたように、このインベスターリレーションズというのはあくまでもこれ企業が自主的にやってるだけですから、これ強制ではないんですよ。別にあのこれは強制的に誰かからやれって言われてやらされているものではなくて、企業の側としては自主的に、あるいは任意にやっているだけなんですね。ただこれも外部の人たちには確かに公表します。ホームページを使って外部に公表するんですが、ただこれに関して言うとあくまでも自主的にやっているものであって、特に社会的な規制みたいなものは受けてないんですね。こうやんなきゃダメですよみたいなものはないので、ちょっとモニター切り替えますが、この財務会計、外部の人に報告をするということなんですが、特別な制度というものがありません。あくまでも任意で自主的にやってるだけですから、インベスタリレーションズということで非制度会計というような言われ方をすることもあります。ただ先ほどちょっと触れたんですが、最近はですね、確かにこの IR ということで最近なんか結構目にする機会増えてきたんですけども、ほとんどが制度会計ですから、ですから財務会計と制度会計というのは、まあ、大体同じだというふうに考えていただいて結構です。ほとんど同じですよっていうことですね。はい、では、まあ、ちょっとその下ですね、企業会計と書いてありますが、さすがにこれ一応、まあ、テキストに書いてあるんですが、この辺から試験に出てくることはないと思います。例えばここにやっぱり企業会計とはって、これ書かなくていいですかね。このとはっていうのが、これが定義になるわけなんですが、さすがにですね、企業会計の定義を書きなさいということはないと思いますんでね。ですから、まあ、この辺は覚えなくていいと思います。まあ、企業会計とはということで、まあ、これはもう企業がやってる会計ですね。まあ、そのままになっちゃいますけどね。はい。で、ちょっと次のページになりますが、3
ページ目ですかね。で、例えば非営利会計ということで、学校法人とか宗教法人なんかがやってるような、まあ、会計なんですね。まあ、非営利会計ということ で、この辺も定義を覚えなくていいと思います。で、ちょっと下がっていただいて、財務会計と管理会計ということで、はい、で、ちょっとその人ですね。財務会計と管理会計、で、さっきちらっと説明しちゃったんですけどもね、この言葉は覚えておいてください。で、私、このテキストを編集するにあたって、ここに下線をつけておきました。で、この下線なんですが、これは、今回これ、点点点点点という点線なんですね。で、点線の部分と普通の実線部分に分けられてるんですけれども、点線の部分は、正直、重要度がそんなに高くない。重要度が高くないので、で、しかも結構分量としては多いですから、まあ、点点点点点という点線の部分に関して言うと、まあ、ちょっと大雑把でもいいかなって感じです。そこまでこう厳密に覚えなくてもいいです。ですからこの点点点点点というこの部分ですね。この部分はこの部分に関して言うと、まああまり重要度がそこまで高くはないので、まあある程度の内容で覚えておけば OK ですよということになります。で、ここに今四角で枠組みがあります。四角のこう、まあ、なんていう枠囲みっていうんですかね。で、これは 何なのかということなんですけれども、ちょっとモニター切り替えちゃいますが、最近の鑑定士の試験を見てみると、まあ、計算問題なんか出ちゃう時もあるんですが、穴埋め形式の問題が結構続いてるんですね。で、実は2018年度まだ試験をやってないんで、まだ何とも言えない部分があるんですが、この傾向というのは穴埋めで問題が作られる、こういう傾向、こういう傾向はおそらく今後皆さんが受ける受験予定の2019年のその辺も多分続くんじゃないのかなと思ってるんですよね。という想定のもとで、ここが重要ですよって、もし穴埋めで穴埋め形式で問題が作られた場合には、四角の枠囲みですが、枠でこう囲ってある、あの辺の言葉が、大事になってくるんじゃないかということで、一応私の方で、まあ、予想というかですね、この辺の言葉を覚えておいて、で、枠で囲むということは要するに穴埋め形式を意識しているんですね。穴埋め形式で、この辺が大事ですよ、狙われるんじゃないんですかっていうことを、まあ、想定しているんですけれども、ということは一般的に言うと普通穴埋め形式で狙うっていうことは重要な、まあ、単語というか用語なんですよね。どうでもいいような言葉って穴埋めにしませんからね、普通は。ですから大学の先生が問題作るときに、まあ、穴埋めですね、まあ、穴埋め形式で問題作ったりするわけなんですよね、会計学は。で、その穴埋め形式で問題を作ったりするようなときは普通は重要なキーワードになる部分が穴埋めになってくるんですよ。ということで、四角の枠でくくってある言葉なんですけどね、言葉に関して言うと重要なキーワードになるという理解をしておいていただきたいですね。ですから皆さんが勉強するときに、ちょっともう一回ちょっと具体的にこっちを使って説明しますが、財務会計とは定義です。本当はですね、定義なんで正確に覚えてほしい。定義だから正確に覚えてほしいんですが、ただ実はこの財務会計とは、この定義ですね、この定義に関して言うと実はオフィシャルなものではないんですよ。てかオフィシャルな財務会計の定義ってないですから。だから人によって若干表現で違っちゃうんです。だからここは点点点という点線になってるんですね。ですからちょっともう一回、すいません、あちこちって悪いんですが、すいません、しつこくて悪いんですが、定義は正確に覚えてくださいねって言ったんですが、定義に関してはオフィシャルで、要するに会計基準に書いてある定義ってあるんですよ。で、会計基準に書いてあるっていうことはどういうことかというと、みんな同じ表現で覚えているということなんです。だからそこは間違えないでほしいんですよ。そこはちゃんと正確に覚えてほしい。で、それ以外のオフィシャルでない、
要するに大学の先生たちが考えたような定義になります。でこれについて言うと若干その人によって表現の仕方が少し違ったりしますので、まあ、この辺は、まあ、そこまでこう厳密に覚える必要もないので、ですから、今回扱っているこの財務会計ですね、財務会計とはということなんですが、財務会計とはでこれに関して言うと、いわゆる会計基準がありませんよね。会計基準がないので、これ大学の先生たち、いわゆる専門家なんですが、専門家が考えた表現なんですよ。だから若干他の専門家が考えると多少表現が違ったりしますので、ですからあのここの点点点点点点点と書いてありますが、この点線の下線部分に関して言うとそこまでこう厳密に覚える必要もないです。大体でです、大体で大丈夫です。で財務会計とは、であとはこの外部リーガー関係者という言葉がありますけどね、まあ、この辺のところがキーワードになってくる、まあ、そんなふうにこう予想できますんで、ね、ちょっと覚えておいてください、はい、で、ちょっと内容の方の説明しますが、財務会計、これさっき出てきました財務会計は企業の経済活動を貨幣額で記録計算し、その結果ですね、結果っていうのは企業の財政状態、経営成績、キャッシュフローの状況、まだこの辺については中身まだ説明していないんですけども、企業の財政状態、経営成績、キャッシュフローの状況なんかを財務諸表によって利害関係者に報告する仕組みのことを言うと。で財務諸表、これもまだ説明してないんですけどね、要するに報告書です。これ企業が作る報告書、この報告書によって外部の利害関係者に報告をするという仕組み、これが財務会計で、さっきちょっと触れたんですが、財務会計、財務会計という場合には外部の利害関係者に報告をする、誰に報告するかが大事、誰に報告するかが大事、だから外部の利害関係者に報告をする、これが財務会計なんです。で外部の利害関係者って誰ということなんですが、例えばこんな人たち、株主、債権者、政府等なんですね。ただ党という言葉があるんですが、もちろんこの人たちだけではありません。でちょっとカメラ切り替えちゃいますが、例えば東芝っていう大きな会社があります。東芝って知らない人は多分いないと思います。特に大人であれば、まあ、子供でもそうかもしれないね。大きな会社があって、いろいろとマスコミなんかでも いろいろな問題がちょっとこう指摘されてたわけですよね。例えば東芝という会社があって、まあ、内部でもいろいろあったんでしょうけれどもね、そうすると例えば会社の利益が少なくなってしまった、そのことによって従業員だって、まあ、迷惑というかですね、これかなり損害を被っている従業員ですね、東芝で働いている会社、東芝という大きな会社で働いている従業員ですね、この人たちも本当に大変な思いをしている、から株が下がってしまえば株主も本当にもう迷惑をします、から国に税金を納めたりしますんでね、ですから政府に対しても利害関係は持っているわけです。あるいは例えば東芝の工場ですね、ちょっとどこにあるか調べてこなかったんですが、例えば東芝の工場がもし仮になくなってしまう、潰れてしまうなんていうことになると、その町ですね、例えば東芝の町がある、東芝の工場がある町ですね、その町でもし工場が潰れてしまうと、その町に住んでる人たちはやっぱりその町の経済的なその損失っていうものが当然出てきちゃうんですよ。工場が潰れちゃえば、例えば何とか市という町に工場があった、その工場が潰れてしまうと、その町全体のやっぱり経済というものに対してはやっぱりかなり大きなマイナスのダメージを与えてしまうことになるわけですよね。とその町に住んでる住民の人たちに対してもやっぱり、まあ、利害関係を持っているってことも言えるんですよ。で特に東芝ぐらい大きい会社になっちゃうと、本当にたくさんの人と利害関係って持ってるんですよね。ですから利害関係者、利害関係者、まあステークホルダーなんていう言葉でもいいんですけども、その利害関係者、ステークホルダーとしてはいろんな人が想定できます。いろんな人が想定できるんですが、ただ中でもやっぱり一番メインになってくるのはやっぱ株主ですね、あるいは債権者、こういった人たちが
やっぱり主な利害関係者だと言っていいんだろうと思います。もちろん他にもたくさんの利害関係を持っている人はいるんですが、株主だとか債権者、こういった人たちが主な利害関係者だというふうに考えてよろしいのかなと思います。で、ちょっともう一回プレゼンターの方ですね。株主だとか債権者が、主な利害関係者ですよ。で、例えば A という会社があって、株主がいたり債権者ですね。こういう利害関係を持っている人たちがいます。で、この人たちに財務諸表というものを公表する。で、財務諸表というのは書類の束みたいな感じで、1、2、3、4って、他にもちょっと細かいのを含めれば含められるんですけどね。こんなところが1、2、3、4ということで、こういう4つの種類の、書類があるんですが、貸借対照表、損益計算書、株主用運動変動計算書、キャッシュロー計算書、大体こんなものが中心です。これが中心になって全部ワンセットですね。ワンセットになって財務諸表って呼ばれるわけなんですね。で、言葉多分聞いたことあるんじゃないのかな。貸借対照表とか、特に損益計算書なんて聞いたことある人多いんじゃないのかなと思うんですね。で、これを外部の人に報告をする。これが財務会計というものなんですね。で、今別に無理して覚える必要ないんですが、この4つの書類なんですね。財務諸表、まとめて財務諸表というんですが、貸借対照表というのは期末ということで、これは例えば3月決算ですね。3月決算だったら3月なんですが、3月の末なんですけどね。会社の財政状態を表しています。で、損益計算書は1年間での経営成績で、株主用と変動計算書っていうのは、1年間で株主の持ち分がどれくらい増えたり減ったりしたのかって、変動したのかっていうことですね。で、キャッシュフロー計算書っていうのは、1年間でお金、キャッシュですね、キャッシュフローということで、資金がどれくらい増えたか減ったのかっていうことを、説明するものが、このキャッシュフロー計算書っていうことですね。で、こんな、中身今具体的に覚える必要ないんですが、こういう4つの紙ですね、4種類の紙があるんですが、これをまとめて財務諸表と言っていて、これをこの人たちに公表します。特に投資家ですね、一般的な投資家、株主なんですが、株主に報告をすると、いう形になるわけなんですね。で、これが財務会計と言います。で、皆さんがこれから鑑定士の受験生という立場で勉強するのはこれです。財務会計がほとんどです。ですから、外部の利害関係者に報告をする、これをいつも頭の中に入れておいてください。外部の利害関係者に報告をするんですよっていうことですね。で、何を報告するかといったら、財政状態、経営成績、キャッシュフロー、こういったものを、キャッシュフローの状況ですね、こういったものを報告をすると、いう形になります。で、ちょっと次のページなんですが、これとは別に、4ページ目ですかね、管理会計というものがあります。で、私、これちらっと言ったかなと思いますが、管理会計は皆さん勉強する必要ないんです。ないんですが、過去の鑑定士の試験だと、言葉の、管理会計という言葉の使い方自体が問われていると。だから深掘りする必要はないです。深掘りする必要はないんですが、管理会計ってどんな会計ですかということで、ちょっと言葉の意味が問われたということはありますので、ちょっと言葉だけは覚えておいてください。管理会計とは。ただ、管理会計とはということで、これも定義なんですが、ここも点点点点点という点線なので、ここはあまり厳密に覚える必要はないです。あまり厳密に覚える必要はないですね。どっちかというと大雑把でも多分大丈夫です。管理会計とはということで、ただここは間違えちゃダメ。内部の利害関係者に報告する。で、経営方針だとか経営計画を設定し、これに基づいて行われた経営活動の結果を分析評価するための会計情報を提供することを目的とする会計であると。この辺は大雑把でも、ちょっと適当な分、適当というか、いい加減という意味なんですが、多少いい加減でも大丈夫です。この辺はですね。で、イメージで言うと、部下が上司に報告をする、こんなものが管理会計と呼ばれているものなんですね。逆のケースもあるかもしれませんが、上司が部下に対して、うちの会社はこうなってますよみたいな、別に反対でも構わないんですが、要するに
会社の中で内部で報告をされるので管理会計、内部の管理として使われる会計なんですね。例えば売上が去年と比べていくら増えてるかとか、ライバル企業が増えたとか減ったとか、こういったような情報を部下が上司に伝達をする、これが管理会計。それで伝達を受けた上司がそれに基づいていろんなことを計画したりするわけなんですね。でこれがいわゆる管理会計と呼ばれているものなんですね。ですから管理会計というのは内部で管理をするために使っている会計だと、まあ、いうことになりますね。ですから、ちょっとモニター切り替えちゃいますが、管理会計は会社の中で通用すればいいわけです。だからフォーマットも決まってないんです。例えばうちの会社レックという会社は、例えば私が上司に対してこういうなんかワードとかエクセルで表を作ったりして、でこれで上司に報告する、それも OK です。で別に私が作ったフォーマットは、まあ私が作ったフォーマットなんですけども、別の会社であればまた別のフォーマットでも全然構わないです。あくまでも内部の中で、会社の内部で、一つの会社の内部で報告を受けるというものが管理会計で、それに基づいてじゃあ、どういうふうにして将来経営計画を作ればいいかとかって考えたりするのが管理会計なんで、これに関して言うと、別に決まったフォーマットだとかルールがあるわけではないです。あくまでも内々で自分の会社の中でルールを決めるっていう形になるわけですね。だから外部の人に報告しませんから、てか こんなものを公表しませんよね、普通は。ですからまず覚えておいてください。誰に報告をするか、誰に報告をするかということで財務会計と管理会計に分かれちゃうんですよね。で財務会計と管理会計に分かれるんですが、皆さんが勉強するのは財務会計だけです。ほとんど財務会計だけと考えていただいて結構です。ですから財務会計というのは外部に報告をする会計ですよというね。外部に報告をする、だからルールって必要です、まあ、そういうものをこれから学んでいくということになるんですね、はい、でちょっとその下に移っていただいて、先ほど出てきたんですが財務諸表ということで、これはフィナンシャルステートメンツということで FS というふうにこう書いたりするんですが、ちょっと面倒くさいので財務諸表、結構漢字がちょっとなんか面倒くさいですかね。なんか FS と書いちゃう人がやっぱり多いです。ですからもう皆さんも鑑定士の受験生として、FS という言葉でも反応できるようにここはしておいていただきたいんですよ。財務諸表ということで、財務諸表は FS ですよというですね。はい、これだけ覚えておいてください。ではちょっと次のページに移りますが、で5ページ目ですかね。で財務諸表の中身なんですが、財務諸表の中身ということで、貸借対照表というものがあります。でこれもちょっと、覚えておいていただきたいんですが、貸借対照表という書類なんですね。で貸借対照表という書類なんですけどもね、これ英語でバランスシートっていうんですが、普通 BSBS って言います。でこれおそらくほとんどだと思うんですが、貸借対照表って漢字がめんどくさいですよ。結構難しいです。だから BSBS でバランスシート、バランスシートって書いちゃいますね。ですから貸借対照表、まあ、日本語で言うとそうなんですけどね、英語で言うとバランスシートって BSBS って言いますんで、もう BS って出てきたら貸借対照表だということで、これはもうこの時点で覚えておいていただきたいですね。で貸借対照表ってちょっと一旦下がっていただいて、こういう書類です、まあ、実はこれに関しては別のフォーマットもあるんですが、貸借対照表、まあ、バランスシートっていうことで、左のボックスと右のボックスにまず大きく2つに分けて、右のボックスをさらに上下の、上段と下段に分けるみたいな、だから3つのボックスに分けるっていうのが貸借対照表なんです。でこの貸借対照表というものを使って、我々一般の投資家ですね、我々一般の投資家は何がこの表から、この貸借対照表と呼ばれる表から我々投資家は何が分かるかということで、ちょっと上に戻りますが、期末ってこれ決算です。決算の時の
財政状態が分かりますよ。で、財政状態って何かって言ったら財産です。どれだけの財産を持ってるか。で、一般的に考えると、たくさん財産を持ってる会社は財政状態はいいですよ。逆にほとんど財産持ってない、ほとんど財産持ってない会社っていうのは財政状態悪いですよっていうふうに考えます。で、この財産、まあ、財産額ですね、財産額ということなんですが、実は正確に言うと純財産、ごめんなさい、純資産ということなんですが、ちょっとここでイコールっていう言葉、ちょっと、まあ、記号をつけちゃいますね。この財産っていうのは純資産の大きさで、思って考えていただければ結構です。これが財産なんですね。で、純資産っていうのは資産から負債を引きます。例えばちょっと一回サンプルで、もう本当に簡単なサンプルを使って説明すると、ある会社、資産が300億円あります。で、借金が100億円あると、300から100を引いて、資産が300億円で借金が100億円ですから、300引く100で200ということで、これが純粋な財産、純資産というんですが、純粋な財産額ですよって形になります。で、これ書かなくて結構です。この内容をちょっとその下で表の形にまとめるんです。これが貸借対照表なんですね。ちょっと見ていただいて、貸借対照表で、ちょっとマーカーつけちゃいます。ここからですね、ちょっとマーカーつけちゃいますが、まず左のところですね、左のところなんですが、こっちが資金の運用状況で、こっちが資金の調達状況と、まあ、いうことなんですね。こうやって2つにちょっと分けていきます。資金の運用状況と資金の調達状況と。ごめんなさい、ちょっと、色が濃かったですかね。ちょっと字が見えなくなっちゃったかもしれませんが、すみません。資金の運用と調達ということですね。すみません。もうちょっと薄い色が良かったかもしれませんが。で、この貸借対照表ですね。で、これ書かなくていいです。貸借対照表、まあ、1枚の書類なんですが、真ん中で区切る。真ん中で区切って、左と右に分けて、右の方は上と下に分けますよ。で、まず右の方からちょっと見ていただきたいんですが、右の方は、まあ、上と下に、まあ、分けるんですけどね。負債と純資産ということなんですが、まず、この右の方のボックス、上と下に分けられるんですが、これ基本的には資金の調達状況を考える、表してるんです。要するに、お金ってどうやって集めたのみたいな感じです。ですから、資金をどうやって調達したのか。で、例えば一部銀行からお金を借りてきてる部分で、さっきの上の数値例で言うと、これが100億円、例えばちょっと書いちゃいますが、ここが100億円で、200億円は株主からの払い込みになってますよ、みたいな感じです。ちょっと箱の面積とこの金額がちょっと合わないか 合わなくなっちゃってますが、まあ、そこは気にしないでいただいて、借金、まあ、負債なんですが、これが100でなんですね。で、銀行、あ、ごめんなさい、株主からの払い込みということで、これが200あると。で、合計で300あるわけですね。で、この300を使って、300億円を使って、現金とか預金ですね。現金とか預金とか。あとは、商品を仕入れるなんていうこともあるかもしれないし、もちろん建物を購入する、あるいは土地とかですね。まあ、他にも、まあ、いろいろあるわけです。で、これが、お金をですね、どうやって運用したのかっていうことなんで、運用状況と呼ばれてるんですね。で、これを資産と言っています。そして、上に戻っちゃいますが、純資産というのは何か。純資産というのは資産から差を引きます。ですから、資産が300億円あるわけなんですね。資産が、300億円。ごめんなさい、ちょっとちっちゃいですかね。すみません。ちょっと資産が300億円というふうに書いてしまいます。で、
資産というのはちょっと右に戻っちゃいますが、お金をどう運用したのかが資産なんです。運用の状況です。これが資産なんですね。でこっち戻るとこれは資金の調達なんです。調達なんですね。こうやってお金を集めた。でこうやってお金を集めてこうやってお金を使ってるんですよ。で300億の資産があって100億円に関して言うと銀行からの借金です。借り入れということで300-100、この200が純粋な資産だっていうふうな設定になるんですね。でこの純粋な資産、この資産から負債を引くわけですね。でこの純粋な資産が多ければ多い方が、ちょっと上に戻りますが財産ですね、純資産なんですが、これが多い会社は財政状態はいいですよっていうふうに我々投資家は判断します。逆にこの純資産ですね、まあ、財産、純資産が少ない会社、財政状態悪いですよっていうことなんですね。はい、まあこんなふうな形で、これがちょっと上に戻っちゃいますが貸借対照表と呼ばれるものなんですね。 BS という形になります。はい、ではちょっとユニット2はここまでにしてですね、貸借対照表ということで、で本当はもっと細かいところもあるわけなんですが、細かい数字とか金額もありますが、ちょっと大雑把な、まあ、フォーマットというか貸借対照表ということで、会社の財政状態、財政状態、これを表した表なんで、一枚の表なんですね。これが貸借対照表って呼ばれる表になりますんでね。はい、ちょっと頭のこの記憶の中にちょっと簡単に入れといてください。でこれが財務諸表の一つになります。でちょっと一旦ここで、前半終了ということで休憩取りますが、今度後半ですね、後半のところでは、その貸借対照表、今説明した貸借対照表以外の財務諸表ですね、これについてちょっと後半のところで今度説明をしていきたいと思います。ではとりあえずちょっと一旦ここで前半のユニット2まで終了ということで、10分ほど休憩挟んで、今度10分休憩後ですね、今度後半のところでユニット3から説明をしていきたいと思います。ではちょっと一旦ここで、10分ほど休憩を取りたいと思います。はい、ではですね、引き続いてユニット3後半ですね、後半ユニット3からスタートします。では、テキストは6ページ目ですかね、ちょっと移します。で今度は、損益計算書プロフィット&ロスステートメントっていうことで、これもですね、普通日本語で書くと損益計算書って長いので、普通も多分もうみんな PLPL って言っちゃいます。ですから皆さんも、PL って言葉で反応できるように、損益計算書ですね、会計で PL って言ったらもう損益計算書以外ないと思いますよね。 PL って言ったらもう損益計算書です。で損益計算書っていうのもまた1枚の書類になってくるんですが、これは例えばある会社があった時に一定期間、まあ、通常1年間なんですが、1年間で経営成績がどれくらい上がってるかみたいなものを表したもの、表したものですね。で、ちょっとモニター切り替えちゃいますが、皆さんも学生の頃ですね、学校から通知表ですねを、学期ごとにもらってたんじゃないのかなと思います。ですから、例えば小学生とか中学生、まあ、高校生ですかね、1学期2学期3学期って分けて、1学期の成績とかですね、あまり、母ちゃんに見せたくはなかった、ような記憶がありますけどね。であれが成績なんですね。で学校だったら1学期2学期3学期って、まあ、3つに分けるんですが、まあ、企業の場合には通常1年間ですね、まあ、四半期ごとに分けちゃうということもまああるんですけども、まあ、通常1年間にで、成績を発表する、まあ、公表するということですね。で一定期間、まあ、通常1年間で最終的に利益がいくら出たのかということをまあ確定させるんですけれども、これを外部の利害関係者ですね、外部の利害関係者に報告をする。でこれが損益計算書ということですね。ですから学校の成績みたいな感じで、まあ、企業の成績みたいな感じなんですね。ですから企業の成績、まあ、経営成績なんですが、経営成績というものを外部の利害関係者に発表しますよっていうものになります。で会社の成績って測定尺度は何かと、まあ、いうことなんですが、基本的にこの利益です。この利益がたくさん出てる会社は、成績がいいというふうに判断します。
で、この利益っていうのはどうやって計算するかというと、収益から費用を引けばいいと、まあ、いうことなんですね。で、この損益計算書っていうものも、まあ、別のフォーマットもまああるんですけれども、真ん中で区切って3つのボックスに分けると。で、右のボックスなんですけれども、収益ということで、これは経営上の成果っていう言い方をよくします。で、メインになるのは売上高になります。1年間の売上ですね、売上高になります。これがメインなんですね。で、この売上高を獲得するために会社っていろんな努力をしています。で、これを通常会計の世界では費用と言ってるんですね。ですから、よく成果と努力、この2つを比べて差額で利益を出すみたいな感じで、こう捉えていただきたいですね。例えば1年間の収益、売上が100億円で、費用が70億円と、100億円の売上から70億円の費用を引いて30億円が利益ですよみたいな形になるわけなんですね。で、一般に利益が大きければ業績はいいですよっていうことで、この利益ですね、これを見て業績っていうものを判断するということになるわけなんですね。はい。で、もうちょっと補足すると、この収益っていうのは成果っていうふうな、まあ、概念とつながるんですね。で、費用っていうのは努力です。で、ちょっとモニター切り替えちゃいますが、まあ今日最初なんで、一言だけ今度ここでお話をすると、皆さんが今鑑定士の勉強をするで、合格をすれば、多分、まあ、私は経験ないんでちょっとわからないんですが、まあ、ギターの話によると、結構、まあ、お金も儲かると。で、これがやっぱ成果なんですね。ただその成果を得ようと思ったら、いろんなものをやっぱ犠牲にしなきゃいけないんですよ。で、その犠牲になった部分、要するにもちろん努力ですね。これ勉強でもスポーツでもそうです。私他の試験もまあ担当しているんですが、やっぱりその人たちにも言ってるんですが、努力をしなかったらダメです、もちろん。ですから、その成果を得るために、成果を得るためにどれだけの努力、コストを払ってきたのか、で、これが費用になってくるんですね。で、この差額で利益というものを出していくということになるわけです。ですから、まあ、今皆さんはいろんなものを多分犠牲にしているはずなんですね。時間も含めて、あるいは経済的なもの、金銭的なものも含めて、いろんなものをまあ犠牲にしている。で、当然そこだけを考えれば、当然嫌になっちゃうんですよ。なんでこんな嫌なことを続けなきゃいけないんだというふうになってしまうんでしょうけども、私実は不動産鑑定士の試験って、まあ、もちろん受験経験ないんですけどね、私は税理士という試験に、まあ、一応合格はしているんですね。ただ税理士ではないんですが、実務経験がないもんで税理士と名乗ることは絶対できないんですが、まあ、一応、もうだいぶ昔、もう何十年も前ですかね、まあ、一応試験には合格しているんですね。で、実は私個人の話をすると、1回の試験では受かりませんでした。ちょっとこれはあまり言わないでいただきたい情報なんですが、実は、ちょっと受験回数1回ではなくて、ということは、まあ、実は1回しくじってしまっているんですね。やっぱりなかなか合格できずに、どうしても何年間か、まあ、結果としては何年間かこう勉強する時間が、まあ、かかってしまったんですけどね。やっぱりこう結構一人で勉強して、なんでこんなことやってんだろうなとか、受かんのかなとか、まあ、分かんないですけどね、受かるか落ちるかなんて、誰にも分かりませんのでね、なんだかこうぼんやりと、まあ、そんなことを考えてた時期もあったんですけどね。やっぱりいろんなものを犠牲にする、まあ、努力を払うということですね。しかしその先のことを考えると、やっぱ成果というものが挙げられるはずですからね。その成果というものを挙げられることができれば、今やってることはもう全く無駄ではなかったはずです。無駄にはならないはずですからね。途中でやめちゃったりするとダメですよ。一回ぐらいしくじって、先生俺もうやめたとかって言われちゃうと、そこまで費やした努力っていうのは、これはまあ無駄だと言ったら失礼になっちゃうかもしれませんね、まあ、そうなっちゃうのかもしれませんが、最終的に合格できればそれは無駄にはならないでね。ただなるべく短い期間で、あるいは短い回数で受かった方が、まあ、それはいいでしょうからね。何としても皆さんはやっぱり2019年ですね、2019年、まあ、理想を言えばやっぱり一発で受かると。
で、レックの合格者の中で一発で受かってる人たちもいますんでね、何とかその後を追っていただきたいなと思いますけどね。すいません、全然話が、それてしまったんですが、もう一回元に戻すと、こっちが収益ですね、成果です。でこっちが努力です。この差額で利益を求める。そしてこの利益が大きい会社が成績がいい、経営成績がいいですよということで、経営成績を表すんですけどね、まあ、業績が良好だと。はい、ではちょっと次のページ移っていただいて、7ページ目ですかね、財務会計の機能ということで、で、さっき前半ですかね、前半のユニットでやってきたように、皆さんが鑑定士の受験生として勉強しなければいけないのはこっちなんですよ。ほとんど財務会計覚えてますかね。財務会計というのは外部に報告をする会計なんです。ですからちょっと忘れちゃいそうな人は上のところちょっとスペースがありますね。財務会計は外部に報告をするということを常に考えた、そういう会計のことを財務会計と言います。で、外部に報告をするんですね。まあ、外部の利害関係者なんですね。利害関係者に報告をします。で、ちょっとその下なんですが、財務会計、まあ、外部に報告をするんですが、その財務会計の機能というか、まあ、役割って言ってもいいのかもしれませんが、機能として2つ指摘されてるんですね。で、ここちょっと点点点点という下線をつけておいたんですが、ここも本来定義なんです。利害調整機能とは、とはですね、とはっていうのが基本的に定義なんです。で、本当はこれちょっと正確に覚えてほしいんですが、この辺もオフィシャルな定義ではないんですね。ですから利害調整機能とはって書いてありますが、これ大学の先生によってちょっと違う表現を使っちゃうケースもあります。だからここの表現に関しては必ずしもこの通り覚える必要はないです。まあ、多少自己流表現が混ざっても、まあ、あまり問題ないかなと思いますね。で、財務会計の機能、役割として2つあるわけです。2つある。で、1つが利害調整機能と言われているんですが、で、ちょっと一回読んじゃいます。利害調整機能とは、私的な利害関係、つまり経営者、株主、債権者の間の、利害関係を調整する機能なんだと。で、私的な利害関係、要するにこういう個人ですね、経営者個人、株主個人、債権者個人、こういった人たちの利害関係というものを調整すると。これどういうことかということなんですが、まず利害関係、利害関係という言葉、さっきから結構出てくるんですが、ちょっと具体的にどんな利害関係を持っているかということで、特にメインになる利害関係者がいます。株主ですね、それから債権者、まあ、国なんかもそうなんですが、特にこの2人は株主と債権者というのはメインになる利害関係者と呼ばれてたりしますので、この人たちの利害関係の内容をちょっと考えていただきたいんですが、株主は株価ですね、株価が上がればやっぱり嬉しいなって思います。得をしますよね、経済的に得をしますんで、配当をたくさんもらえる、嬉しいなと思います。ですからこんなものが利害関係、こういう形で利害関係を持ってますよということですね。で、ちなみに株価とか配当というのは一般に会社の利益と関係します。つまり利益が大きい会社、利益が大きい会社っていうのは株価も上がる、株価も高くなるし、配当だってたくさん多くなるはずなんですね。たくさんありますよって。で、まあ、これらってこの2つです。株価とか配当、これは利益の大きさとこう つながっちゃうんですけれどもね、自分が株主、自分で株主なんですが、株主はお金を出します。株主はお金を出して、まあ、これが出資なんですね。で、これを取締役が運営、適切にまあ管理して運用して、まあ、利益を上げているかということなんですね。で、こういう、上げているかどうかに関して取締役は責任を取らないといけないので、これが財産を受託している責任なんだということで、取締役が負っている財産受託責任なんていう言い方もできるんですが、まあ、一応利害関係者としては株価や配当という形で利害関係を持っています。で、債権者というのはお金を貸してます。例えば銀行ですね、銀行が債権者、お金を貸してくれてる。だから
ちゃんとお金が返ってくれば問題ないわけです。だから元本を、少なくとも元本に関しては、まあ、利息も、まあ、含めてということなのかもしれませんが、少なくとも元本に関してはきちんと返してくださいねということなんで、まあ、こういう形で利害関係を持っていると。ただこれって会社の財産がなかったらお金って返ってこなくなっちゃいますからね。ですからたまにマスコミなんかでも なんとか会社がですね、破産しそうだ、倒産ですね、破産しそうだなんていうことで、ね、もう会社財産ないわけです。で会社の財産がなくなっちゃうと元本すら返すことができなくなっちゃう、元本すら返すことができなくなっちゃうんで、債権者としては本当にたまんないですね。そんなことになっちゃったら大変ですよという。あと国とか自治体ですね、地方公共団体はちょっと税金払ってくれてるかどうかということで課税所得というんですが、課税所得をベースに税金を計算しますので、まあ嘘ついてませんかと、嘘ですね、嘘ついてたらダメですよということで、税金をちゃんと正しく払ってくださいねということでね。はい、でこういうふうな株主、債権者、国とか自治体、いろんな人たちが会社との間で、企業ですね、会社との間で利害関係を持っているんですが、こういう人たちの利害というものを調整してくれるのが、これが財務会計なんですよっていうことになります。ですから財務会計って、さっきちょっと上に戻っちゃいますが、外部に報告をするわけですね。外部ってこの人たちです。この人たちに報告をするんです。うちの会社いくら財産ありますよとか、うちの会社いくら儲かってますよということをこの人たちに報告をするわけです。これが財務会計なんですね。で、この人たちに報告することによって、これらの人たちが持っている利害関係というものを調整してくれるということになります。ですから、利害関係を調整する機能を持っているということで、まあ、利害調整機能と。一応そんなふうなことが昔から言われたりします。財務会計の利害調整機能ですよということで、まあ、株主ですね、株主、債権者から国とか地方公共団体ですね、はい、ちょっとモニター切り替えちゃいますが、例えば会社が財務諸表という書類の、まあ、束を作って世の中に一般に公表するわけですね。で一般に公表して、例えばどこどこ会社、どこどこ会社がいくら儲かってますよとか、いくら財産ありますよということを公表するわけですね。そうすると、そのことによってその株主だとか債権者だとか国とか自治体なんかで、まあ、利害を調整するという機能を持っていると言われているんですね、まあ、利害調整機能と言われてますんでね。まあ、一応覚えておいてください。で具体的な内容についてはちょっと次のところで説明しますんでね、はい、利害を調整するということですね。ちょっとごめんなさい、もう少し具体的な内容は次のところで説明しますけどね、はい、ではちょっと次のページで8ページ目ですかね、で利害調整機能ということなんですけれども、例えば、この2人、株主と経営者の利害対立ということでもちょっと考えておいていただきたいんですが、経営者って書いちゃったんですが、まあ、会社ですかね、まあ、経営者、会社を経営している社長ですね。で、まずこの2人の間の利害対立っていうものをちょっと考えていただきたいんですね。例えばちょっとカメラ切り替えちゃいますが、例えば東芝という会社があって、いろいろマスコミからもいろいろ指摘があります。これはこうじゃないんですか、これは良くないんじゃないんですかとか。でそのことによって例えば株価が下がる、で株主は本当に損してしまう、経済的な損失を被るというようなケースがあったときに、やっぱり株主は黙っていられないわけですよね。ですから会社の経営者に対して、例えば株主代表訴訟のような形で、まあ、訴えるなんていう手段をに出る場合も、まあ、可能性としては十分考えられる。そうすると例えば東芝の社長ですね、会社の経営者なんですが、それと株主、この株主との間で利害がこう対立してしまうというケースがあるわけなんですよね。
で、その利害が対立してしまったときに、まあ、要するにまあお喧嘩という言い方もあれなんですが、ちょっとお互いに喧嘩するような時があるので、そのお互いが喧嘩しないように、お互いが喧嘩しないように利害を調整するように、財務会計というものが機能しているということになるわけなんですね。例えばちょっと一旦下がっていただいて、株主としては自分たちがお金を出してます、出資をしている、だからその自分たちがお金を出しているんで、その財産ですね、これをちゃんと運用してくださいねって、会社の財産減らさないでくださいね。ところが経営者っていうのは、例えば自分たちの利益ばっかりを優先させてしまうなんていうことで、そういうことももちろんそんな経営者ばっかりではないんですが、そういう人もいるかもしれません。そうなってくると株主と経営者との間で利害が対立するという可能性が出てくるんですね。で、本来はこの人、経営者ってさっきもちょっと出てきたんですが、受託責任という責任を負わされるんですよ、本来は。で、この受託責任を果たさない経営者、まあ良くないですね、ダメな経営者なんですが、ダメな経営者がやっぱり世の中には存在しますので、この人たちとの間で株主が対立しちゃうんですよ。ですからちょっと上に戻っちゃいますが、本来株主ですね、株主から見ると自分がお金を出してるわけですから、自分の資金の管理の運用とを委託してるね、お願いしますよって、財産増やしてくださいねと言ったよね。で、他方ですね、経営者、まあ、社長なんですが、社長としては資金の管理運用の権限以上を受けて株主の利益のために行動する受託者なんだと。で、この関係において受託者である経営者というのは株主から委託された資金を誠実に管理運用するだけではなくて、株主の利益を最大化するように経営行動を負う責任を負う。で、この責任のことを受託責任、つまりこの社長は常に株主の利益というものを考えながら会社の経営やらなきゃいけないんですよね。だって株主からお金出してもらってるんだから。だから株主からお金出してもらってるんで、この経営者としては株主の利益というものをやっぱりすごく重視してやらなきゃいけないです。ただ受託責任をこの人、経営者ですね、いつも果たしているとは限らない。そんなに、みんながみんな誠実な経営者であるとは限りませんので、そうすると自分の個人で、自分というのは経営者ですね、社長を自分の個人的な利益を優先させちゃうという、そういう ずるいですね、経営者もいるかもしれない。そうすると株主と経営者の利害が対立してしまいますよということでね。で、ずっと下がっていただいて、で、この株主と社長、まあ、経営者、このお互いの利害というものを調整するというものの役割を果たすものが財務会計、いわゆる外部に報告する会計だと言われているんですね。で、この両者というのは株主と経営者です。この両者の利害対立を調整するための手段として考えられるものが財務会計であって、経営者というのは自分が株主の利益に合致するように誠実に行動したことを伝達する手段として、受託資金の管理運用の状況とその結果としての会計報告を行うと。要するにこの社長ですね、社長はこの人に、利害関係者、株主に対して今年1年間これだけお金儲かったんですよというようなことをきちんとこの人に報告する義務があるわけなんですね。株主に報告をする義務がありますよということになるわけなんですね。で、下がっていただいて、他方ですね、株主は経営者による資金管理の誠実性と資金運用能力を会計報告に基づいて判断することができると。と、まあ、会社の財産が増えてくれればいいんですけどね、もう社長が変なやつでもまた利益が少ない、どうすんのということなんで、本当にもうどうしようかなっていう。そうすると、ちょっと下がっていただいて、株主ですね、株主としては経営者ですね、経営者のその資金の運用能力ですね、どれだけお金を運用する能力があるのかということを会計報告に基づいて判断することができるわけだね。で、そんなことを通じながら、このお互いが、まあ、喧嘩しないように、要するに経営者が、まあ、会社なんですが、会社が財務諸表を作るわけで、財務諸表を作って株主に報告をするということになるわけですが、ここを報告することによってお互いが、まあ、喧嘩しないように利害が調整されるということになるわけなんですね。で、これが、まあ、利害調整機能と言われる、まあ、ものの一つの内容になります。まあ、これだけではないんですが、
この両者の間の利害対立、利害対立というものを調整する上で財務会計がすごく大事なんですよ。外部に報告をするということで、こっから外部に報告をしますね。ですから、ちょっと矢印引っ張っちゃいますが、ごめんなさい、ちょっとこれ書いておきますんでね、こっちからこっちの方に、まあ、経営者から、まあ、株主ですかね、こっちの方に財務商標という、まあ、書類の束なんですね。でこれをで公表することによって自分たちで経営者です。経営者たちは株主から財産預かってますからね、株主から財産預かっていて、それをちゃんと運用してますよという受託責任を果たしてるんだということをこの人たちに伝達することができるんですよ、この財務商標という書類を通じて。ですから外部に報告をする、外部に報告をするということで、経営者としては自分たちが負っている受託責任というものをちゃんと果たしてますよということをこの人たちに報告する。でその情報を受け取った株主ですね、株主は、本当ですか本当ですかということで、この財務諸表を見て、あ、なるほど本当ですねと、本当に確かに会社の財産増えてますねということで、会社の財産が増えていて利益も上げられてますから、あ、であればうちの会社の社長というのは、この会社の社長は本当に優れた能力を持っていて、確かに素晴らしい社長ですねみたいなことで、株主は経営者のことを評価することができるわけなんですね。それは外部にこう報告をするという、まあ、公表してまあ報告をするという、いわゆる財務会計なんですね。財務会計は外部の人に報告をする、公表するということを目的としている会計なんで、お互いの利害というものが調整されますよということになるわけなんですね。はい、まあ、ちょっとこれだけ、書いておきます。財務諸表ですね、まあ、公表するということね、はい、ではちょっと次のページに移っていただいて、9ページ目ですかね。で実はこの2人の間の利害対立もかなり深刻で、株主と債権者の利害対立、ちょっと一旦下がっていただいて、株主と債権者の利害対立、株主っていうのはさっき言ったようになるべく配当が欲しいですよということになります。利益配当を多めにしてくださいね。でちなみに配当というのは原則としては金銭で支給受けます、現金ですね。で債権者ですね、債権者の立場で考えると、とにかく貸したお金を返してほしいわけです。つまり債務を弁済してほしいわけですね。で債務を弁済してほしいわけなんですが、ということは会社の中にある程度財産は残しておかないとダメです。ですから資金ですね、会社の中に資金は社内に留保しておいてくださいねって言ってるわけです。でここでお互いの間で決定的な利害対立が起こってしまうと言われていて、株主は配当は欲しい、つまりお金をちょうだいって言ってるわけです。配当、お金をちょうだいって言う。でも債権者から見るとお金を株主に渡しちゃうと、お金、会社からお金を渡しちゃうとなくなっちゃいますからね、会社のお金が。で会社のお金がなくなっちゃうんで、債務が弁済されないんじゃないかというリスクが出てきちゃうんですよ。ですからお互いの立場で皆さんもちょっと考えてもらってね、株主の立場で考えると、とにかくお金欲しいです、配当が欲しいです、お金欲しいです。でこっちの立場を優先しちゃうと、お金が会社からね、会社からお金がどんどんなくなっちゃうんです。この人たちに配当するから会社のお金なくなっちゃいます。で今度こっちなんですね、債権者の立場で考えると貸したお金を返してほしいんですね。でそのためには一定の財産は会社の中に残しておいてほしいんですよね。でここでお互いの意見という、あの利害が対立しちゃうんですね。でこの利害の対立を防ぐためにやっぱり財務会計というものがあって、まあ、外部に報告するんですが、財務会計、外部に報告する会計で、これは分配可能額、まあ、可能額って書いてあるんですが、分配可能な限度額です。要するにここまでだったら
配当として分配していいですよという限度額を決めちゃうんですよ。実は会計って決まってます。勝手に配当できませんからね。ですからここまでだったら分配ってのは配当です。配当という形でお金を分配するという意味なんですけれども、配当という形でお金を分配する、そこが可能な、まあ、限度額なんですが、限度額を決めてるんですよ。ルールで決めてますからね。だから犯すことはできないんですが、ここまでだったら分配はできるんだけど、これ以上は分配できませんよって決めてます。そのことによってこの2人が無の間に生じる対立というものをなくそうとしているわけなんですね。ですからちょっとモニター切り替えちゃいますが、そこまで鑑定士の受験生を覚える必要はないと思うんですが、簿記なんかを皆さんひょっとして勉強した経験ある人だったらわかるかなと思いますが、配当可能限度額の計算なんていう計算があるんですね。要するに会社の立場から見ると、ここまでだったら配当できるけれども、これ以上は配当できませんよっていうところで線を引いちゃうんですよね。線を引いちゃいます。でそれをやらないと大変ですからね。いくらでも配当できますよなんて言っちゃったら、それは大変な問題になっちゃいます。例えば株主ですね、株主が怖いんで、株主おい配当くれよって、わかりました、じゃあ配当もうできる限り配当渡しますなんて言って、配当どん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 株主が怖いからという理由で配当どんどん渡しちゃったら会社のお金なくなっちゃいますかね。会社のお金なくなっちゃったら、債権者から今度お金返してって言われた時に、お金ないよっていう話になっちゃったら困っちゃいますので、ですから配当可能な限度額というものを決めてしまうわけなんですが、ここまでだったら配当していいけれども、これ以上は配当できませんよってちゃんとルールとして線を引いてます。そのことによって株主と債権者が喧嘩しないように、お互いに、仲良くというと変なんですが、利害が対立しないように利害調整を行っているということになるわけですね。はい、で、ちょっと上に戻っちゃいますが、この2人の利害が対立する背景ですね。背景ということで、でこの辺は全部点点点点点とにしておきましたんで、ちょっとある程度でいいです。さらっとだけちょっと読んでいただいて、ちょっと理解をしておいていただければと思います。株主と債権者はともに企業に出せる資金提供者である点では共通する。要するに両方ともお金を出している。株主だってお金を出してます。債権者だってお金を貸してるわけですね。両方ともお金を出しているわけです。でお金を出しているんですが、資金提供の見返りとして取得する権利の内容については、債権者の方が株主よりも法的に不利な立場に置かれている。すなわち株主は議決権との経営参与権を有し、また業績に応じて相当の配当や社内留保額の持ち分を取得するということで、株主は株主総会で配当決まるんですが、配当をもらったり社内留保の持ち分なんかを取得するなんていう言い方もできます。会社の中に財産って残ってるんですね。でこれもいずれ配当の方に回してしまうなんていう形になると、配当金だとか今会社の中に残ってるお金ですね、今会社の中に残ってるお金、これも将来的に配当に回すなんていうことになると、そういったものの持ち分を株主は持ってますよって取得している。で他方ですね、債権者っていうのはお金を貸してるだけですから、経営に対して参加することができないですね。経営参与権を持たないと。で利息だって毎年、決まった金額しか利息は受け取れないと。でこのように株主と債権者の法的地位に差がある状況下で、株主が企業価値を低下させて企業の存続を危うくさせるような多額の分配を決議すれば、債権者の権利は不当に著しく害されることになると。ここにお互いの利害が対立する関係があるんだ。つまり株主がちょっと怖い顔して、おい配当くれよなんていうことで、株主の人たちがですね、多額の分配を株主総会で決議をしてしまうと、会社の価値が下がっちゃいます。で会社の価値が下がって、債権者の立場というものを考えたときに、著しくこの人たちは不当にですね、著しく不利な状況に置かれてしまう。そういう意味でお互いの利害っていうものが対立しちゃってるんですよっていうことね。でこの対立をなくすためにこれです、分配可能額を決めてるんですよっていうことですね。はい、ではちょっとその次のページですね、9ページ目に移っていただいて、で
財務会計の機能ということで、情報提供機能というものがあります。でごめんなさい、ちょっとこれ太字になってますが、ごめんなさい、これ細い字に戻しておきますね。情報提供機能ということなんですが、財務会計、まあ、外部に報告する会計なんですが、もう一つは情報提供機能という機能があります。で、情報提供機能なんですが、これは投資者に対して証券投資の意思決定に役立つ情報を提供することによって投資者を保護する。で、こういう言葉、投資者、投資家を保護するということなんですが、保護っていうのは、あ、危ない、隠れてって、そんな意味の保護ではありません。そういう意味の保護ではなくて、きちんとした情報を提供するということが彼らを保護することになると考えてるね。で、投資家を保護して、投資者を保護して証券市場がその機能を円滑に遂行できるようにという機能であると。例えばですね、ある会社から情報が発表された。財務諸表が見て、あ、ここの会社儲かってるな、よし、じゃあ思い切って自分が持ってる財産ですね、自分が持ってる財産の多くをどこどこ会社の株の取得、株式投資に、当ててみよう。例えば1000万ですね、1000万でどっかの会社の株を買ってみた。ところがその情報に誤りがあった、不正があった、間違いというか、まあ不正、まあ、正しくないですね、正しくない情報だった。で、いきなり株が下がっちゃった場合には投資家ってすごく損をするわけなんですね。で、そんなことが頻繁にあるような状況であれば、誰も株なんて買う人いなくなっちゃいますから、証券市場で円滑に株の売買ができなくなっちゃうんですね。で、これは非常にやっぱり困る状況だということなんで、そうならないように証券市場で円滑に株の売買、いつでも円滑に株の売買ができるようにきちんとした情報を流さなきゃダメですよって言ったわけね。で、その下、証券市場の発達と投資情報の質で、この辺は点点点ということで、ざっとでいいです。厳密にそこまで神経質に覚える必要もないんですが、証券市場の発達は市場での株式売却によって自己の財産を保全するように新しい方法を可能にしたと。で、また、株主の株式会社に対する影響力が株式所有の分散によって低下したことによって、投資者は株式投資による利益に関心を示すようになってきたということなんで、おそらく多くの株主は経営よりも配当とか株価ですね、株価が高いとか安いとか、いくら配当をもらえるかとか、そっちにばっかり関心を寄せるようになってきちゃったんですよ。で、そういう状況になってしまうと、投資ってのは株式投資です。株式投資のその意思決定に役立つ情報を会社としては流さなければいけないということになるわけなんですね。で、特に証券市場の場合は最近外国人なんかもすごく増えてきて、不特定多数の人がたくさんの売買に絡んでくるわけなんですね。で、この人たちが会社の証券を取得して容易に債権者や株主になることを可能にした。したがって将来において株主や債権者になりうる潜在的な投資者もいるわけですね。皆さんの中にまだ実は買ったことないんだけど将来株を買ってみようなんて思ってる人いるかもしれないんですが、その人たちが潜在的な投資者と言われているわけですね。で、この人たちも含めて、会計情報の重要が、会計情報の重要な受け手として考えられるようになってきた。で、さらに証券市場において投資者の果たす役割が重要になった結果、資金調達の観点から会社が投資者の情報要求に応えることが社会的に不可欠な要請となった。したがって企業の資金調達を円滑にして経済社会を適切に運営するためにも、投資者の情報要求に応えて彼らを証券市場において保護する必要が出てくるであろうと。つまりちょっとモニター切り替えちゃいますが、会社がお金を調達したい、例えば新しい事業をやるときにどうしてもお金が必要なんで、その時は株を発行するのか、まあ、あるいは今銀行から借りてくるってこともあるんですが、株式を発行しても買ってくれる人がいなかったら意味ないですけどね。ですから何か会社が新しいことをやって、新しいことをやりたい、どうしてもお金が必要だ、その時に株式を発行してお金を集めるということもあるんですが、その時に円滑に株の売買ができないと、やっぱりお金ってなかなか簡単に集まらなくなっちゃうんですね。ですから情報に不備があったりするとダメですよっていうことになるわけなんですね。ですから、きちんとした情報を外部の利害関係者に流すことによって、情報をきちんとした正確な情報を流すことによって円滑に株の売買ができるようになる。で、円滑に株の売買ができればお金を集めやすくなるんですね、会社としては。で、そういうことも考えないとダメですよということで、情報提供機能ですね、財務会計ということで、財務会計は外部に報告する会計です。
そして外部に報告する以上は、きちんとした情報を外部に報告をしなければいけない。いい加減な情報だと株の売買がですね、こう滞ってしまう可能性がありますんでね。ですからきちんとした情報を流して円滑に株の売買ができるようにならないといけない。で、そうすれば資金調達も容易になってくるということなんですよね。まあ、そんなことがちょっと書かれてますんでね、あまり厳密に覚える必要はないです。そこまで重要度高くはないので、ですから一応ちょっと点点点という点線にしておいたんですが、点線にしている部分はある程度大雑把でも、まあ、構いませんので、ただちょっと完全にスルーしちゃうのはちょっと問題があるかなと思います。まあ、多少2、3回ぐらいはちょっと読み直しておいていただきたいんですが、財務会計の情報提供機能と、まあ、いうことですね。ちょっと覚えておいてください。では、その下は、まあ、制度会計って書いてありますが、これについては、今日最後のユニットのところで、まあ、次のページですね、にかけて説明をしていきたいと思います。では、ちょっと一旦ここで、後半ユニット3は終了ということで、一旦ブレイクタイムを取りたいと思います。はい、で、引き続いてユニット4ですね。ユニット4に移ります。では、その下、ちょっと移しますが、一番下ですかね、制度会計ということで、まあ、次のページで結構です。まあ、内容としては次のページですね。で、制度会計なんですが、制度会計というのは制度に基づいた会計で、で、基本的に今までちょっとお話をしてきた財務会計と制度会計ほとんど同じです。要するに財務会計、この言葉今日絶対覚えておいてくださいね。財務会計というのは外部に報告をする会計です。で、外部に報告する以上は、一般的に言うと制度って必要なんですよ。だから財務会計と制度会計ってほとんど同じです。ほとんど同じで、制度会計ということなんですが、その制度っていうのが、まあ、法律なんです、具体的に。で、法律が3つあったのを覚えてますかね。証券取、えー、ごめんなさい、金融商品取引法と、会社法と、それから税法と、まあ、3つの法律があるんですが、その3つの法律に基づいて行われる会計なんですね。まあ、制度っていう言葉を使う、制度会計という言葉を使うんですが、まあ、法律みたいな感じです。法律に基づいてルールがこう決められてる、ルールで縛られてますよということだから、勝手なことはできないということですね。あれで、ちょっと次のページですかね、11ページ目のところになりますが、制度会計の目的と特性ということで、だからルール、まあ、法律なんですが、法律にのっとって行われる、まあ、会計と、まあ、いうことなんですけどね。で、制度会計の目的とするところは、分配可能額、さっきちょっとお話をしたんですが、いくらまでだったら会社としては分配できますよって、利益ですね、利益の一部で分配できますよって。この分配可能額、分配可能限度額、まあ、これを計算していって、から、あと2番目で、営業利益、あ、ごめんなさい、業績利益、収益力を適正に測定して表示をして、で、株主が出資した財産を管理、運用、保全する責任になる経営者の自責責任というものを明らかにすると。で、この1番、2番、3番。で、こういったものを全部果たしていって、企業の状況に関する外部利害関係者の判断で、この判断っていうことなんですが、その企業の状況に関する利害関係者の判断、外部利害関係者の判断を誤らせないようにする。で、この外部の利害関係者が株主とか債権者なんですよ。まあ、特に株主がメインになってきます。ですから、株主なんかの判断を誤らせないようにすると、まあ、いうことですね。ですから、皆さんも株の売買やったことある人いるんじゃないのかなと思います。株の売買なんかやるときは、やっぱり一応財務諸表とか見ながらですね、判断します。株を買うべきか、それとも、まあ、売っちゃってもいいですね。株を売るべきかみたいな形で、まあ、投資の判断をしますんでね。ですから、制度会計というものの目的、まあ、制度会計って財務会計とほとんど同じなんですが、財務会計、制度会計の目的は、分配がいくらまでは分配できますよ、いくら以上は分配できませんよ、分配可能額をはっきりさせて、で、株主で、業績利益、いくら儲かったんですかって、これを適正に測定表示をして、株主に対する自宅責任ですね、経営者が負ってる自宅責任というものを明らかにさせると。で、こういったものが制度会計の目的なんだということですね。
これを目的として行われるということになります。で、制度会計の特性、特徴というかですね。で、上で今指摘した目的というものを達成するために、制度会計は、ちょっと四角でくくっておいたところをちょっと強調しておいて、強調しながら覚えていただきたいんですが、証拠力、また公平力を重視する検証可能性、これ後からですね、皆さんもニュースなんかで、何とか会社が例えばですね、不正な経理をしてたんじゃないかとか、これ後から検証しなきゃいけないケースが出てきちゃうんで、後から検証できないとまずいんですよ。だから例えば単純に言うとレシートです。証拠力、または公便力を重視する、検証可能性を持ってないといけないので、制度会計と呼べるためには、例えば普段取引をするとレシートですね、レシートなんかもらったりしますので、そういう証拠力を持つもの、公便力を持つものをちゃんと保管しておかないといけないんです。だから後から検証できないといけませんので、制度会計と呼べるためには検証可能性がないとダメですよということですね。それからあとは、利益分配目的のための支払い財源、または企業が税金を負担する能力である担税力というものを重視する財務安全性、保守主義性ということですね。形の上で利益が出ていても、実際にですね、分配できなかったり、税金を払うことができなかったらダメですから。ですから、ちゃんと株主に分配をして、あと税金ですね、税金なんかもちゃんと払うということなので、そういうことがちゃんとできないとダメですよということになるわけなんですね。ですから株主に配当を分配するためには財源が必要になっちゃうので、ちゃんと財源を確保する。で、税金も納めなきゃいけないので、税金納めるためにも、やっぱそのためにお金というのは取っとかなきゃいけないので、お金を取っておく、そういう意味の財務安全性と呼ばれてます。保守主義性なんて言われてるんですけどね。で、これも制度会計の特性だと呼べるわけなんですね。で、あとは制度的実行可能性ということなんですが、例えばですね、ちょっとモニター切り替えちゃいますが、制度的実行可能性ということで、日本にはたくさんの会社があって、土地とか不動産なんか、土地も含めた不動産ってたくさん持ってます。で、もしですよ、もし日本の会計の中で今会社が持っている土地も含めた不動産を全て決算の時に時価評価しなきゃいけないなんて言われたらどうしましょうか。皆さんにとっては、仕事が増えるんで、いいと思うかもしれませんが、日本の会社が持っている不動産ですね、日本の会社が持っている不動産をもし制度として全部時価で評価しなきゃいけないなんて言われたら、多分これ制度としては維持できないと思います。てか無理ですね。ですから、たとえそれがいいと言われていても、不動産は時価で評価すべきっていう人もいるんです。中には不動産は時価で評価した方がいいんじゃないか、でも時価で評価してないんですね、日本は。で、なんで時価で評価しないかというと、制度として実行できないでしょって。だから実行できないようなことをいくら主張したところで意味がないんですよ。じゃあいくら言ったって、それはもう単なる理想論になっちゃいますね。ですから、制度会計と呼べるためには実行できるものでないとダメなんですよ。意味がないんです。いくらきれい事言ってても実行できなかったら意味ないですから。ですから、制度的実行可能性を持たないと制度会計にはならないということになるんですね。ですから、制度会計の特性と言われるんですが、制度会計、特性、特徴というかですね、3つあるわけなんですが、1つは、後から、特に第三者なんですよ。第三者が検証できないとダメです。で、もう一つが分配できるお金、分配できる、あるいは税金ですね。税金を払うお金を会社の中に取ってなきゃいけないんです。あとは制度として実行できるものでないといけないんです。で、モニター切り替えちゃいますが、この3つの特性ですね。この3つの特性を持っているものが制度会計になっているということなんですね。ですから、制度会計ということで、今指摘した3つの特性を全て持っているわけですね。検証できます。後から検証できます。だから、税金を払ったり、配当をお支払いしたりっていうこともできます。それから制度として実行することもできるわけですね。
で、この3つの特性をすべて満たしているもの、持ち合わせているものが制度会計というものになってくるんですね。はい、で、ちょっとその下なんですが、3つのトライアングル、制度会計ということで、あのさっき言いました、あの制度というか法律があるんですね。で、さっきちょっとちらっと言ったんですが、3つの法律があります。で、会社法と金融商品取引法と税法で、この税法は皆さん多分ほとんど勉強しなくていいです。この税法はやらなくていい。で、この2つです。金融商品取引法のに基づいた会計と会社法、ただほとんどがこっちです。金融商品取引法なんですね。で、この辺は読まなくていいです。もうちょっと次のページに表でまとめておきた、おきましたね。会社法会計、ちょっと次のページなんですが、12ページ目ですね。で、金融商品取引法で、ここがメインになってきます。皆さんが勉強する会計の中ではこれがメインなんですね。で、税法会計は勉強しなくていいです。税務会計ですね。で、この2つのちょっと比較をやっていきたいんですが、ちょっとその下ですね。で、金融商品取引法という法律に基づいた会計で、皆さんが勉強するのはほとんどこっちです。だから左の列、こっちを皆さん中心に覚えてください。で、たまに会社法に基づいた会計がちょっとたまにちょっと顔出すできちゃう時もあるんですね。でもメインはこっちです。金融商品取引法になるんですね。で、お互いなんて言うんでしょう、法律の、まあ、立法趣旨というか法律の趣旨が違っちゃってるんですよ。金融商品取引法に基づいて関係、金融商品取引法というのはそもそも投資家を保護するという視点で法律を作っている。で、投資家っていうことなんですが、これは現在の株主だけではなくて、将来株を買ってみようと考えているような潜在的な株主まで含めて考えて、この人たちを保護するという目的で法律を作っている金融商品取引法ですね。で、基本的には上場企業というものをターゲットにしています。で、損益の状況だとか、まあ、財産なんかでもいいんですが、損益だとか財産の状況を公表するということなんですね。で、正確に公表する。嘘ついちゃダメですよ。嘘ついちゃダメですよ。そのことで一般の投資家、一般投資家を保護することにつながるんだと考えてるわけですね。だから、公表される情報の内容としては、株の売買に役立つような、そういう意味の意思決定に、まあ、株の売買という意思決定ですね、意思決定に役立つような情報を流さないといけないです。ところが会社法ってちょっと違うんですよ。会社法は銀行とかっていう、まあ、債権者ですね、銀行などの債権者を保護する。で、債権者と、まあ、企業、まあ、株主なんかでもいいんですが、まあ、銀行などの債権者を保護することを想定して考えるということで、この企業の立場で考えると、この銀行というものの、まあ、債権者なんですが、債権者ですね、債権者を保護するということをどっちかというとメインで考えているんですね。だから企業は銀行に対して、銀行からお金借りてますから、きちんと期日までにお金を返さなきゃいけないので、ちょっと下がっていただいて、債務弁済能力、どれだけ借金を返す力があるか、これを企業は銀行に伝えなきゃいけないですね。ですから債務弁済能力がどれくらいあるか、これを銀行に情報として伝えることが大事ですよというのは会社法の会計なんですね。で、ちょっと次のページですかね、13ページ目なんですが、で、計算構造としては、実態開示のための計算構造ということで、まあ、ここはあまり詳しく覚えなくていいですが、当初の、当期の財政状態や経営成績を適切に表示するために会計を行うというふうに考えます。要するに財政状態だとか経営成績、まだこれ詳しい内容をやってないんですが、どれだけ会社が財産を持ってるか、どれだけ利益ですね、経営成績ということで、あの通信簿みたいな感じなんですが、どれだけで利益を上げているか、これを適正に表示するために会計というのを行う。それに対して会社法ですね、会社法の場合には債権者を守らなきゃいけないということなんで、
いくらまでなら配当として分配できますか、逆に言うといくら以上だったら分配できませんよということで線を引いて考える。分配可能な限度額、利益ですね、分配可能な利益はいくらまでですかということで、そこをちゃんと線を引いて分けるということが会社法の会計のも、目的なんですね。計算構造としてはそういうことを、計算します。分配可能な利益、あるいは分配できない利益がいくらになるかを計算する。仮にですね、さっきちょっと言ったんですが、株主が怖いからといってたくさんお金を配当しちゃうと、配当としてお金を渡しちゃうと、債権者、銀行なんですが、銀行に返すお金がなくなっちゃいますよね。だからどこまでだったら配当できる、どれ以上は、配当できないということで、その限度額を決めるということなんですね。あと処理の規定なんですが、こっちの左、これが金融商品取引業なんですが、これはもともと企業会計原則というルールがあって、このルールなんですが、仲介も一緒にセットになってるんですが、企業会計原則仲介、これに基づいて金融商品取引法という法律が出来上がっています。でこちらは会社法施行規則というものが、処理規定としてあるわけなんですね。であとは表示、ちょっと細かいんですが、表示に関して言うとどっちかというとこちらです。財務諸表と規則ということで、これに細かい表示のルールが載っています。企業会計原則にも出てたりするんですけどね。ただごめんなさい、この辺は一応あんまり覚えなくていいです。一応参考までに説明しちゃったんですよね。で表示に関しては会社法施行規則に載っていると、こうやって財務諸表を表示するんですよっていうね。はい、一応覚えておいてください。では今日最後になりますが、会計法人、ちょっと話変わっちゃうんですが、会計法人というところを説明していきたいと思います。で会計法人ということでちょっと下がっていただいて、会計法人、会計原則、会計手続きって書いてありますが、これは何を意味するかということなんですが、会計法人が一番下で支えてるんです。これは会計ということ、これから、ね、皆さんが本格的に勉強する会計をの一番基礎にあるなんていう 概念というか、一番下で支えている概念なんです。で上に上がれば上がるほどだんだん具体化されていきます。だから会計法人に基づいて会計原則が作られて、会計原則に基づいて具体的な手続きが決められているという形で、上に階段を上がれば上がるほどだんだん具体性を持ってくるみたいな感じです。で今日最後のところで会計法人ということなんで、ちょっと抽象的な話になっちゃうんですが、会計法人を説明していきたいと思います。で会計法人というのはちょっとその下のところで基礎的な前提だと言われています。要するに会計というものが成り立つ上での、会計というものが制度として成立するための基礎的な前提、要するに当たり前のことなんですね。でいくつかあるんですが、その一つに軽率企業の法人なんていうものがあります。でこれに基づいて費用配分の原則が決められて、でこの費用配分の原則で減価償却が決められる、覚えなくていいんですが、とりあえず上に上がっていくと具体的になってきますよということですね。で今日は最後にこの一番下で支えている会計法人ですね、ごめんなさいちょっと太字になっちゃってますけどね、これ普通の文字に戻しておきますので、この会計法人というですね、これちょっと説明をしていきたいと思います。で会計法人は企業会計が制度として成立するための基礎的前提ないし過程を言うということになります。で会計法人は一般に企業実態、継続企業の個人及び貨幣的評価の個人の3つからなるとされているということで、次のページになっちゃいますが、会計法人ということで会計というものが成り立たせるための当たり前の前提ですよ、基礎的な前提のことを会計法人というと。だからこれから3つ説明しますけども、もう本当に当たり前の話をこれからやっていきますね。はい、ちょっと次のページなんですが、14ページ目のところで一つが企業実態の法人というものがあります。で企業実態の法人ということなんですが、ちょっと読んじゃいますが、企業会計上企業という経済主体をその所有主とは別個独立のものと見る考え方を言うと。所有主って言葉が出てくるんですが、ちょっと下がっていただいて、株式会社でいうと株主が所有主です。要するに株主がお金を出してくれてる。でこの株主、所有主なんですが、これと企業を別個独立した存在、要するにこれ書かなくていいですけどね、この企業というものを株主とは別個切り離して独立した存在として考えていこうというのが企業自体なんです。でそうすることによるメリットなんですが、企業実態の法人というものを作ることによって、企業というものを株主から切り離して考えているので、
企業の資産とか企業の負債とか。だ、例えばトヨタの資産とかっていう言葉使いますよね。でもちょっと皆さん考えてもらいたいんですが、トヨタの資産、まあ確かに分かりますよ、言ってることは分かるんですが、トヨタの資産と言われても、トヨタってどなたですかって、ちょっとここに連れてきてくださいって言っても普通は連れてこれないんですよ。トヨタっていう会社をですね、ここの目の前に連れてきてくださいなんて言われても連れてこれないです。トヨタっていうものは本来は法人、まあ法人格を持ってますけどね。でもあれは人間が勝手に作り出したものなんで、本来はトヨタという株式会社は株主が所有主になっているわけです。ですから株主が所有主になっているんで、まあ、本来はその株主のもの、まあ、所有主のものというふうな見方もできるんですが、ただそこは例えばトヨタという会社を株主と切り離して考えた方がいいでしょうと。だからトヨタの資産、トヨタの負債なんていうのは普通に我々が日常的に使ってる言葉なんですよね。それは企業実態の好循が当たり前の前提と、要するに基礎的な前提として成り立ってるからそういう表現使ってるんですよね。トヨタの資産とか、そういう言葉を使うわけなんですね。ですから企業実態の好循とは、会計において計算を行うためにはその前提として会計の対象を特定の個別経済指標に限定しなければならないという好循であるということなんですが、会計においていろんな計算、いくら儲かった、お金が儲かったのかっていう計算なんかをするんですが、その前提として会計の対象を特定の個別経済指標に限定しなければいけないと。要するにトヨタだったらトヨタという会社なんです。トヨタというものに限定して、トヨタという会社に限定していくらお金が儲かったかみたいな計算をやりますよというですね、企業の資産がいくらですよ、企業の負債がいくらですよとかっていう、まあ、そういう感じなんですね。まあ、企業実態の好循、切り離して考えると、切り離して考える、別個独立した存在として考えると。で、次なんですが、2つ目の好循として、継続企業の好循、まあ、会計機関の好循というものがあります。で、継続企業の好循というのは、企業が継続しないという範疇がない限り、要するにもう明らかに会社が倒産しちゃいますよということになってたら話が別なんですけどもね。まあ明らかに会社がもう倒産するということの、そういうような証拠がない限りは、会計上の評価や処理は全て会社や清算前提としない継続企業という立場から行われるという前提だと。まあ、ちょっと難しい言葉を使ってるんですが、要するに会計ですね、会計というものを考えるときは、解散や清算を前提としちゃいけないんですよ。要するに、いつまでもずっと会社は続きますよっていう前提で会計を考えるんですね。これが継続企業の好循。だから半永久的に会社は存続するということを前提に会計というものは考えてます。で、ちょっと次のページなんですが、で、ということは、ちょっとここで一つ問題になっちゃうのは、例えば4月の1日に会社を作った。で、ずーっと何十年何百年と会社って続いちゃうのね。それが継続企業の好循なんです。いつまでもって半永久的に続く。ただそうなってくると問題は、私今日一番最初にやったと思うんですが、会計というのは報告をしなきゃいけないんですよ、外部の利害関係者に。そうなってくると、いつ報告してくれるんですかっていう問題が生じるんですね。で、そこでずっと会社は続くんだけれども、人為的にここでブチッと切って、ここのタイミングで一回報告しますよっていうことをやらないと、いつまでも会社続いちゃいますから、いつになったら報告してくれるんですかという話になっちゃいますから、その継続企業の好循から、結局、人為的に会計機関を区切って会計結果を報告するという必要性が出てきちゃうんですね。ですから、ちょっと上に戻っちゃいますが、機関を、まあ、人為的にね、人為的に会計機関を区切って会計上の計算を行わざるを得ないんだと。したがって、継続企業の好循は人為的に区切られた会計機関ごとのその計算を行うための前提であるとも言えますよということなんで、どっかで人為的に機関を区切って報告しなきゃいけませんのでね。ですから、継続企業の好循は永遠に継続すると、永遠に会社は続く、
だからどっかで区切んなきゃダメですよって言ってるわけですね。ただこれももう我々会計を考えるときは当たり前ですね。当たり前のこととして、普通はこれ会社の決算なんですね。会社の決算の時でここで一旦ブチッと切っちゃいますんで、決算をやって報告しますよって、こんなものは当たり前でしょって言われちゃうんですが、はい、で3つ目の項順があって、3つ目の項順が貨幣的評価の項順というのがあります。で貨幣的評価の項順は、企業会計の測定尺度として一般に貨幣措置が用いられるという前提であると。還元すれば企業が会計行為すなわち記録測定伝達を行う際に貨幣を尺度として用いるということである。例えばちょっとモニター切り替えますが、会社が土地を持っている、土地を持っていてそれを外部の利害関係者に報告をするときに、例えば土地ですからね、なんていう、何平米とか、何平米って書かれてもわからないです。そうじゃなくて何円って、例えば10億円とかっていうことで、お金、貨幣ですね、貨幣という測定尺度で公表してくれないと、我々利害関係者、外部の利害関係者には情報がうまく伝わらないですから、ですから我々外部の利害関係者に情報をきちんと伝えるためには、全て会計というのは何円という貨幣で評価をするということになってます。ですから測定尺度としては貨幣数値が用いられるということです。ただこれは裏を返せば、ちょっとそうですね、裏を返せば貨幣で測定できないものは会計上認識することができませんよっていう話になっちゃうね。例えばちょっとモニター切り替えちゃいますね。貨幣で測定できないものって何ですか先生って言われちゃうんですが、例えば典型的な従業員です。例えば私が会社の中小企業の社長です。で私が中小企業の社長で朝、朝礼を開いて今日従業員が集まってるわけですね。で、今年1年間頑張りましょうと。で、去年は1年間本当に皆さんご苦労様でした。例えば田中君は1年間去年振り返って本当に頑張ってくれました会社のために。君はそうだな、財産価値は5億円ぐらいかな。で、山本さんも頑張ってくれたね。山本さんは、そうだな、財産価値としてはうちの会社にとってみればだいたい7億円ぐらいかなって。だいたいおかしいですよね、会話が。んなわけないでしょ。要するに従業員、一般に抱えます、会社は抱えるんですが、従業員って会社にとっては大事な財産だって言われます。従業員は 大事な会社にとっての財産。でも財産的な価値っていうものは評価できないんですよ。人に値段なんかつけられないですから。ですからお金で測定できないものは、いくら会計の中で大事だというふうな認識を受けたとしても、お金、貨幣なんですが、貨幣で記録して、測定して記録することができないようなものについては対象の中に入れないんですよ。ですからあくまでも貨幣というもの、貨幣という統一した測定尺度でもって測ることができるものでないと会計の中に入らないんですね。ですから、例えば従業員ですね、従業員はうちの会社にとっては大事な財産ですよって言われても、財産的な価値というものは金額では測れない。だから会計の中には入れてないんですよね。そんな形で全てお金というもので、統一した測定尺度で、計算していきますよというね。でお金を、株主に分配したり税金払うというのは原則としてこれ全部お金です。金銭で払うのが原則なんで、だから全てお金というもので統一しておけば何かと便利なんですよね。ですから株主にお金を配当したり税金を払うことは、これは全て原則とした金銭でお金を払うという形になるので、お金で測定するのが便利ですよっていうことになるわけなんですね。はい、ということで一応3つの項順説明しました。企業実態の項順、それから継続企業の項順、貨幣的評価の項順ということで3つ会計に関する会計的な項順というんですが、会計項順があるわけなんですね。で
今説明した3つの会計工順はどれも当たり前のこと、そんなこといちいち説明する必要はない、本来は基本、まあ、基礎的な前提と言われているんですが、もう当たり前のことすぎて、いちいち説明するような内容では本当はないんですね。ですから、まあ、正直受験としての出題の可能性はそんなに高くないんですが、まあ一応会計の本当にもう一番基礎になっている部分なんで、会計というのは今説明した3つの会計工順というものを前提にして会計というものが出来上がっているということだけは、ちょっと覚えておいていただきたいと思います。で、1回目はちょっとここまでになります。で、次回はまあこの続きですね、次のページからがこの2回目ということになります。で、ちょっとすみません、今ちょっと時間来たんですが、あと 1,2 分だけちょっとお時間いただきたいんですが、皆さん会計は多分ほとんどの人が初めてだと思います。で、私今ちょっと子育てをやってるんですよ。もうこの年で恥ずかしいんですが、で、だんだん言葉を覚えてきてるんですね。で、最初は全然わからないんですが、何言ってたか全然わからないんですけどね、だんだん言葉が通じるようになってきたんですね。で、まあ失礼な言い方かもしれませんが、今その状況なんです。要するに言葉を覚えてる状況なんですね。で、赤ちゃんが子供を覚えるとき、子供じゃない、赤ちゃんが言葉を覚えるときって意味は多分分かってないと思います。まあ多少分かってるのかもしれませんけどね。とりあえず喋ってみると、言葉ってだんだん通じてきちゃうんですよ。で、会計学は、まあ他もそうなんですが、専門性の高い科目なんですね。普段使わない言葉なんですよ。だから皆さんにとっては、今日聞いてきた、例えば財務会計だとか、なんか利害関係者だとか、ほとんど多分皆さん初めて聞いた言葉なんじゃないのかなと思います。で、これを自分の言葉として使いこなせるようにしていくためには、喋ってみるという作業は意外と効果を持ちますので、分かんなくていい。分かんなくていいから喋ってみる。そうすると、だんだんなんか自分の言葉としてリズムみたいなものが出てくるんですね。ですから、最終的にはまあやっぱり覚えていただきたいんですが、まだ今日は1回目で勉強した最初の段階になりますんでね、中身を理解しようというよりも少しこう喋ってみたりすると、だんだん会計というものにこう体が慣れてきたりしますんでね。で、まあまさか来月試験ということは多分まだ皆さんないと思いますんでね、まだ試験まで少し日程あるでしょうから、少しずつ体を慣らしていって、そのためにはちょっとこう喋ってみる、分かんなくていい、分かんなくていいからちょっとこう喋ってみると、だんだん自分の言葉としてこう分かってくるような、理解できるようになってきたりした、理解が後からついてくるというケースも出てきますんでね、まあそんなことも少し参考にしながら、まあ、最終的にこう覚えるという作業に、まあ、なってくるんですけどね。で、別冊で効果系会計学があるんですが、そこのところは今日はやらなくていいかなと思います。もう少し会計という科目に慣れてきてから、効果系会計学の別冊の問題集の方に移っていただければと思いますので、とりあえず今日は、こちらのテキストですね、合格基礎テキスト、こちらの、合格基礎テキストで今日説明を受けた部分についてパラパッと見返しておくと、これだけでいいです。今すぐに、いやもう先生眠いから寝るって言われちゃうかもしれませんが、ちょっとパラパラっと見返すだけでも効果が違ってきますので、で、少しパラパラっと見返して 2,3 回ちょっとこう喋ってみる、そういうことをこう繰り返していくと、だんだん慣れてきて、慣れてきたら別冊の効果系会計学、まあ問題集なんですが、そっちの方にも少しずつこう手を出していけばいいんじゃないのかなと思いますので、ね、まだ1回目とか2回目は、まだまだそんな本格的に勉強しなくてもいいですから、まあ、とりあえずちょっと分からなくてもいいから少し喋ってみるのがいいんじゃないのかなと思いますんでね、まあ、簡単に復習はしておいてください、はい、ということで、今日第1回目ですね、会計学の講義については時間が来ましたので、ここまでということにしておきたいと思います。どうもお疲れ様でした。